えーっと、こんばんは。ちょっと突然始めちゃっていいのかなちょっとあだ、なんかね、あの、とっても、あの、有意義な、あの、魚のチャンネルでね、えー、終わってから、あの、だいたいね、あの、六本木のスタジオっていうのはね、 えー、あって番組1時間今日の番組の中で喋ってることもあるんですけど、やっぱりね、なんちゅうのかな、さすがに官房副長官だからね、あの、喋れないこともあるわけですよ。だからさっきまでね、あの、なんちゅうの、終わってからね、さっきまでいろいろ喋っててね、むちゃくちゃ今日はね、あの、まあ、なんちゅうのかな、 えー、まあ、いい時間を過ごせたんですよね。で、そういうことで、えー、コラボについては取り上げられなかったんだけど、明らかに優先順位低いので、えー、で、実際ね、その、ツイッターとかでも取り上げられない可能性あるよって、ちゃんと明確に書いてたんだけど、なんか界隈はなんか怒りまくってるらしくて、 えー、何なんだろうね、このレベルの低さ。この、どうしようもないよね、このネット、ネット界隈っていうのはね。で、あのー、森かけ騒動でもう、なんちうんかな、あのー、懲りてるはずなんで、あのー、森かけ騒動のことを考えればね、もうちょっと、ネット、なん言うんかな、 ネットでいろいろ議論するときの情報の処理の仕方もね、もうちょっと進化してほしいなと思ってて、もう呆れてんだよね。だから、ほんで、ぜひね、これ一応ツイッターで、えー、一言、えー、これちょっとそっちあげようか。えぇ、ー、こういうツイートをしました。 こういうツイートをしました。出てくるかなあの、なんかコラボ問題関係者がいろいろおっしゃってるって、要は、あの、あだちぼって言ってるっていうことだよね。でも、その、そこに引用してるように、触れられない可能性があるっていうのは言ってたし、だいたい、今日の、1時間今日のチャンネルの中身聞いてくれたら、 明らかに優先順位が高い問題を取り上げられたと思ってるので、僕はなんかその、なんていうかな、今日の,今日の8時から9時過ぎのやりとりを見てね、なんか文句言う人っていうのはね、結局、なんていうかね、世の中を良くしたいと思ってないんじゃないかなと思うんですよね。だって世の中を良くしたいと思うんだったら、 今日のやりとりは意味があるし、それから、あの、またアダトークでやるって言ってんだからさ、だから、そこに来たらいいじゃない、だから。だから、僕はまたあさっての夜9時から、えー、これ毎週、年末年始も休まずに毎週やってる僕のチャンネルなんですよね。そこに来たらいいと思うんだけどね、なんか、なんでこの、要はね、エネルギーのかけ方がね、 アホすぎるわけですよ、アホ。だって、えー、なんでその、ここで足立叩いてなんか意味あるだって僕はコラボ問題に対して、えー、一定の付加価値をつけて、つけようかって言って取り組んでるわけだから。いやいや、別に上から言わないよ。上から言わないけど、あのー、 僕がコラボ問題に参入するっていうことは、あの、付加価値つくと思うよ、絶対。だから、コラボ問題を、こう、ちゃんとこう、なんとかしていかなあかんと思ってる人たちにとっては、僕の参入っていうのはプラスだと思うんだけどね。でここでなんか叩いてどうすんの、これ。あの、本当頭悪いよね、本当に。だから、本当に、ね、ほんに、 本当に、あの、この、コラボで騒いでる人たちのレベルの低さ。これにちょっと、この、呆れてるっちゅう。で、なんかリクエストいただいてますね。卵焼きさんちょっと上がってくれる卵焼きさん喋れる喋れない 喋れないか。要はさ、その、えっと、ひまそらかねさんやったっけなんかその、コラボ問題一生懸命やってる側の人誰か上がってほしいんだよな。来てないかなえ、このリクエストもらったけど間違いかなこの人は。まあいいや、玉きさんまたいいや。あの、 あっちーちゃんちーちゃんねさんちょっと上がってもらおうか。T ーャンネルさんどうも。どうもこんばんは。聞こえてますかあ聞こえてるよ。なんかさ、な、何この人たちいや、あのー。 まあ本人たち、マジであの住民監査請求までやってる人たちなんで、うん、ちょっと、あのー、足立さんの発信の仕方だと、ものすごいこう煽ってる感じになってますね。煽よ煽ってんだよ。だ,<あ>だ,だって、って <laughs> だってさ、あの、うん。これはまあ、怒るわなっていうふうには、ちょっと僕なんか思っちゃうんですけど。<laughs> いや、別にさ、だって、怒るわなってさ、別にほっといたらいいじゃない、僕のことなんて。 あ、まあ、まあ、向こうもね、あのやっぱ、あの、死ぬ気で情報探してるって感じなんで。うん。いや、だから、何が起こってんだろうなと思って。だって僕、今日できない可能性あるよって言ってるああ、だから多分それはね、ひまそらさん見てないと思うんですよ。いや、見てないって、見てだって僕、ひまそらさんにリ,リ,リ,リップしてんだよ、リップ。いや、それでも、あの人の、あの、なんかもう、1日500件とか1000件とか、その単位で、あの、DM だとか、 そういうもん全部聞きちゃってるもんなんで。いやで、でも全然でも、まあまあいいや、だから別にそれはいいけどさ。<laughs> はい。だから今、日野さ羅さんも聞いてくれてるみたいだからいいんだけど、た<あ>だから僕はとにかくね、この問題はどうでもいいとは思ってないわけよ。まあそうですね。だから、ただ、今、その、少なくとも僕が見た YouTube っていうのは、はい。えーあの 誰さん自民党のあの都議さん。河松さんえ河松さんや。河松さんですか河松さんがね、あの動画でね、一番強調したのはね、二千六百万が四千六百万かんかに増えたっていう話ですよね。はい、であまあ、それも確かに問題じゃ問題。いや、そんなんだって、厚労省が決めてんだから。 厚労省が言うなら、ノーチェックで決めてるっていうのがある意味、だどちらかというと、増えたことというよりかは、ノーチェックっていうところが問題なんじゃないかなって話いで,、ね、でね、だから、僕は、その、川松さんの光の当て方もちょっと違う。今空さんがなんか、リクエスト受けてくれって言ってるんで、受けますよ。僕、外れた方がいい。いやいや、まあ、上がっていてくれたら、あ,あ今空さん あ、こんばんは、はじめまして。あ本当初はじめましてです、それで、ひまずらさん、まずね、あの、なんか、今日、あの、示唆しておきながら触れられなかったことは、まず謝りますけど、あの、ただ、なんちゅうんかな、うん最初から、まあ、どうしようかなっていう感じで申し上げていて、かつ、ひまずらさんが BGM で聞,聞こうかなって言ったことに対して、一応僕、リップしててね、 BGM で聞いていただけるのはありがたいんだけど、取り上げられないかもしれないですよって、一応、リプしてるのは認識してくださいましたあ全全くく見ててないいでですすす僕通知全部切っるるんですよ今ご量じゃあその、そのコミュニケーションギャップがあったのは、あの僕はのコミュニケーションっていうのはあの、発信しても着信しなければ意味ないと普段から思ってるので。 だから今空さんに届くような形でちゃんと言わなかった僕に問題があったと思うんだけどただぜひ理解してほしいことは僕は確かにそのいつもああいう煽るような言い方をするからね、まあ、だから大体友達いないんですけどただ大事なことはあのコラボ問題の本質をこうどん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 こう外堀埋めながらやっていただいてるのは敬、ま、意、あ、を表するんですけど うやっぱり最終的に出口っていうかゴールせなあかんわけでしょ、本件は。ゴールっていうか、要は、ひまさらさんたちが問題だと思ってるその問題が、どういう問題であり、あるかということを明らかにして、それを解決したいでしょ、みんな。そういうことだよね。うんと、話がすごいそれてると思うんで、うん、整理したいきたいのは、うん えー、要は足立さんってのは、コラボの問題について、その YouTube でやってるような人たちは全然本質を捉えられてないと、はい、論点が違うという話をされたわけですよね。うん、で、その論点が違うという点について、うん、次に自民の都議、つまりはまあおそらく川松さんのことだと思うんですが川松さんが4600万人増やした根拠がないじゃないかって、ライブ配信でその発信されてたことを取り上げて、うん これは厚労省が決めたことであるから、コラボでも東京都の責任でもないという話にしたわけですよね。えと僕はそう思ってます、ね、ちなみに4600万っていうのは、1つの上限であって、別に4600万上限を申請するかどうかは、コラボの裁量に任されてるというのは、ご存知ですかもちろんそうです。だったら、まずコラボ4600万をどういった根拠でそれを申請したのかという点は、まさに川松さんがおっしゃる通りではないですかね。 前年度2900万しか使ってなくてそして今年度についても6か月間でえー、っといくらだった、まあ、正確に出しますがおよそそのままでは使い切れない四半期ごとの申請がされていますと<や>えっとねだから四半期2回で1300万かなんかしか使ってないんですよ4600万中それやったら生産されてそれだけの補助金がいかないっいうことで終わりじゃないの 4600万あの、足立さんは、4600万の根拠はどこなのかと、概算払いでまず出させて、そしてこれまでのコラボっていうのは、四半期の最後にものすごい帳尻合わせですごい額を載せたりして、結局、毎回、すべての年度、これまでの2018年から2022年までのすべての、ん ?21 年か、21年までのすべての年度で上限を受け取ってるわけですよ。 これが4600万の、まあ、今回、これだけ問題になりましたから、領収書をきちんと出さないと申請できなくなったわけですから、うん、4600万については確かに上限が申請されない可能性は出ましたと、うん、ただ、それをもって問題がないというのは、そもそも東京都に再調査の問題が指摘されてるような本件について、そのような意見を持つのは、その国民の考え方からあまりにも遠すぎませんかね。 いやだから東京都が監査が入ってやってるよで、それをひまそらさんが見つけて、順番逆ですよ、東京都が監査が入る前に僕が見つけて言ってるわけですえそ,うそうそうそう、そうだからひまそらさんが見つけたことは僕、すごいと思うよ、でそれがすごいかすごくないかをね、僕はね、僕の話をしてほしいんじゃなくて、せっかく頑張ってくれてる川松さんの論じてる点が、で僕もその通りだと思った点が、本質的ではないと言ったことについて答えてくださいよ。 本質的な論点とは一体何なんですかいや、だから、だからじゃなくて、本質的な論点とはイコール何かで答えて僕はね、YouTube、河さんの YouTube を拝見して、河村さんが、えー、だから2900万から4600万の根拠がないっていう話でしょで、僕はその通りだと思うんですよ。で、根拠がないという点を本質的ではないというのであれば、何が本質的なんですか まあ順番に行こうよそれで,順番ではなくて何が本質的なのか、まあ、足立さんが順番に行かないと説明できないというなら黙って聞きますが最終的にきちんと何が本質的なのかを示してくださいね僕が言ってる本質っていうのはね要はあのもいろんな疑惑とか問題視したらいいと思うんだけどなんちゅうかな単にもしコラボのその何あの会計がずさんでしたということであればまさに。 その監査が入ってそれを今正す作業をしてるわけでしょ東京都が。で東京都がそれを正していくで,で正されたらそれでその話は終わりじゃないですか。でそれはそれで意味がないわけではないけどまあそれはあのそ,それだけの話いやいやそれだけって別にどうでもいいわけじゃないけどもそれは少なくともその日本中で大騒ぎをする話ではないと僕は思ってるわけね。東東京都で東京都都での その実際の予算の執行、補助金の執行があずさんだったから、えー、そ,れそれをまあ日村さんが指摘して、えー、それがただされていく、それ自体は否定しないですよ。でも、今、ネットで大騒ぎをしているのはもっと大きな問題だということで、みんな騒いでるわけでしょ、違うのそれはここまでいっ一旦終わりですか いやいや、もうちょじゃあもうちょっと喋らせてもらうと。で、だから僕はカンマさんの話を聞いて、まあその2600万が4600万になったっていうのは、確かに上限を申請してるわけですよね。でも上限を申請してるんだけど、コラボっていうのは多分この、うん、モデル事業をずっとやってくる中で、あの、大きめの団体ですから、えー、厚労省が4600万という上限を、 設定した時点でその主たるプレイヤーであるコラボが上限まで努力してくる努力って,言われるっていうのは予算中の使う人がいないと執行できないのであのー、家計学園でね家計学園がいなかったらドリルや家計の話やめませんいやいや関係あるんですよえあ<の>家計学園がコラボに関係あるんですかだからアナロジーとして関係があるわけ要はごく家計学園について全く詳しくないので 僕に家計学園を例えに出すのはやめてもらえませんか。<laughs> まあまあ、あのいろんな人が聞いてらっしゃるからね。また後でじゃあ。お話してるんですよ、ね。ああ、わかりました。わかりました。じゃあ、ちょっとさ置いといて。それで。だから、その東京。コラボの東京都の。事業を受けるコラボとしてね。それ、コラボの取り組みが、それはずさんだった。それはもうご指摘の通り。だから、監査が入って、えー。解決に向けて走ってる。で。そのレベルの問題として。 問題ではないと言ってるんではないんですよ、僕は。日本中が大騒ぎをする問題では、その、その点はそういう日本、あの、日本中で大騒ぎをする問題ではないね、ということで本質,や本質的ではないと申し上げてると。で、もう一点。から、菅田慎一郎さんのやつも見たんですけど、菅田さんが一番問題視したのは、あの、例の、えっ、ー、と、あの、補助金交付要項。 しきいうかあの条件付けがされていてあれはあの確かどなたか別の方もネット上で指摘してたけど、まあ、単に二重交付を避けるための規定なんだという A 事業から B 事業に乗り移っていく時に両方,を両方の補助事業を適用するのはあのやめてくださいねっていう極め,極めてオーソドックスな補助金交付要項に よくあるパターンの何て言か普通の規定なんですよ。でそれを新消防台に取り上げて何かそのそこにまあ陰謀的なものがあるとまあ示唆したんですよね菅田真一郎さんで僕はそれも菅田さんのちょっとそこはえ何、ーえー、て言うかな、えー、そういう補助金交付要項のあり方としては、えー、まあそれだけの 問題をことさら大きなあのあの疑惑のこう裏付けが出てきたみたいに YouTube でおっしゃったのは僕はそれはやっぱり違うんじゃないかなと思ってますと。でじゃあ、えー、本件何も問題ないのかというとねやっぱりいろいろ見てネットの議論も見てて一番僕は問題だと思うのはあの一般社団法人かなコラボって一般社団法人とか NPO 法人とか そのいわゆるその中,中間法人っていうのかな非営利法人っていうのかなそういう人たちがさまざまな民間事業者として福祉の,、まあ、あのプレイヤーになってきてるんだけど実は彼らは並行して政治運動をやってるんですよね政治運動だからなんか北あの韓国の慰安婦の問題とかなんかちょっとそこは僕もちょっとまだ勉強不足なんだけどいろいろやってらっしゃるとでやっぱりこの問題 問題でその有権者の皆様あるいはあの全国アイドであるいは国会議員が国会で取り上げるとしたらね、えー、鎌さんが指摘したような問題でもなければ須田慎一郎さんが指摘した問題でもなくてむしろそういう福祉の現場を担っているさまざまな非営利法人が実はその裏側で 政治的な活動に相当なエネルギーを割いてるじゃないかという問題が一番核心の部分で、で、そこは、あの、僕の実はライフワークなんだけども、政治団体ってなんだあの、要は、あの政治、政治資金規制法っていうのがあってね、あの、そういう政治活動をする団体に対する給付金規制っていうのが、政治資金規制法にはあるわけですよ。 でそこにおいてその一般社団法人とかのコラボとか NPO 法人が一方でこう社会のためって言ってなんかその公のために頑張ってますと言いながらそのまあ僕,僕の言葉で言うところの左翼的な政治運動の担い手になってしまっているそれがまあオーバーラップしてるっていうところが一番の実は僕は問題の核心だと思うので法律で言うとああいうその被害女性なんちゃら支援法とか そういうのじゃなくて僕はやっぱり政治資金規正法こそ一番の、あのー、いや NPO 法ですねそこは、まあ、NPO 法っていうのはその要は NPO 法であれ何であれその法人要は中間法人っていうんだけどそういう非営利法人法の体系とその政治資金規正法の掛け算みたいなところに一番僕は確信があると実はずっと見て。 僕なりにあの勉強は今重ねてきてるんですね。で何が言いたいかっていうとま,まだあるんですかいやいやまあ以上だけど以上だけどうんいいよいいよ。えっとまず足立さんって僕のことどう認識してますか先に質問だけ一通りしたいんですけど本件の突破口を開いたあの方だということ僕のチャンネルは見てていいただいてますかあごめん見てない。 なるほど僕が多分一番中心かつその住民監査請求を出した当人なわけですがはい、はい、その YouTube は見ずに須田さんと川松さんの動画を見ただけでおっしゃってるとえっ、ー、とあとなんかのなんかの週刊誌かなんかの記事で週刊新潮かなデイリー新潮ですねあデイリー新潮で、えー、なんかいろいろまとめ記事なんかがあったじゃないですかあれあれを拝読してますなるほどじゃあ僕の資産はいくらかご存知ですかえっ何何 僕の,あの資産いくらかご存知ですかだから、いや、あの、すごい大規模な活動をいや僕の資産がいくらかご存知ですかいや、知らん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 。読んでないですね。その記事で思いっきり書かれてるんですかあ、ちょっとごめんあの、読み飛ばしたかもしれない。なるほど、読み飛ばす程度の読み方ということですね。うん、まあね、そうやね。なるほど、じゃあ、僕が提唱している若草プロジェクトやボンドプロジェクトやパップスについてはご存知ですか うん、ごめん。の、な、な、えー、に、えっと、ひまそらさん。ついてはご存知ですかついての何、なにうん、まずその、それらについて、僕が取り組んでいることはご存知ですかうんだからそのし、その、デイリー新庄に書いてあった程度のことは。書いてないですいや。書いてないことは。い,いや、いろんな YouTube チャンネルが僕のネタを扱ってくれてるんですけど。僕はごめん。あの、もう一回言うと、デイリー新庄七海を見したのとあ,あ、すいません。じゃあ、あの、 デイリー新庄と川松さんの配信一つと、須田慎一郎さん,んでしたっけこんだけしか見てないってことですね。そう,すそ,うすそうです、そうです、そうです。なるほど。それで本質を自分は分かったと思ったと。うん、まあ、そうね。あのなるほど。じゃあ、えー、っとまずですね、えー、どこから行こうかな。ざっくりした問題としては、えー、っと、なんだっけ、名前。足立さんは大きな問題ではないと思ってるのは、うん、まずコラボの 公金が、そのちょっと会計が不備があったぐらいの問題であると捉えていて、で、これは日本中が大騒ぎすることではないと。で、それよりも政治活動をしていることについての問題であると。で、この点だけで僕がお話ししたいのは、あの、まず、公金が政治活動、しかも、韓国の北朝鮮系のスパイが最近逮捕されたような団体に流れている可能性があると。また、辺野古基地の座り込みのような 犯罪行為かもしれないような行為にこの保護した女の子たちを連れて行って肉の盾にしているとこういったことが大問題であるというのがまず認識がずれていると僕が思う点ですそしてこのコラボだけに限らず僕は若年被害女性支援事業に関連している 4, 大4団体があまりにもずさんな会計や活動内容で年間最低数億の金を公金から吸い上げていると。 こういった指摘をしているのが僕の YouTube の発信の主たる部分です。この点についての認識を川松都議とかは共有していますので、その上でコラボのどこがはっきりと問題として追求できるのか、そしてそれを追求した上でこの問題をどう解決していくのか、そういったことを提唱されているのが川松都議なんですが、どうしてそんな軽い認識で川松都議のように頑張ってくれている人のことを そのように足ざまに言えるのか僕は信じられないんですけどというのがまず僕の考えで、うん、で、うんうん、そういう状況の認識の人と議論してもしょうがないとは僕は今思ったのでこの場を借りてついでですから説明しておくと、うん、まず問題になってる政治活動云々っていうのは政治活動資金法っていうのは政治団体になったならば政治活動についてる資金の動きがつまりあなたたちのような政治家たちが とても問題視されて管理されることですよね。違う違う例えば共産党がそ,のそういうところを曖昧にしてたりする違うんですよ。違うんですよ。あの、僕の番ですよね今、今。どうぞ。僕は一通り全部聞いて手元でまとめた上で話をしましたん、ね、で。いいです、いいです、いいです。じゃあ、突っ込むのはやめましょうよ。よろしいですかどうぞどうぞ。で、えー、とまずコラボの件について言っても、さっきも言った通り、さまざまな問題を僕も挙げてるし、その問題を認識していないのに、 本質は自分が分かったというのはあまりにもダニング・クルーガーというかなんというかに,にわかのなんか初めて寿司屋に行ったようなやつが俺は寿司が分かったって言ってるぐらい恥ずかしいことだと僕思いますよ。でこれだけなぜそのメディアは使わないにせよ国民のほとんどと言っていいぐらいツイッターでこの騒ぎになってもう11月29日から1ヶ月半ぐらいこっちずっとトレンドに乗り続けてると。 こうういった現象をなぜそう軽視できるのかと、うん、これは裁判の常識で言うと、一般通常人の読解と言いますが、普通の社会人が普通にこんだけ反応してたら、ただごとではないという認識を僕は政治家には持っていただきたいと思うんですけどね。うん、というのが、まあえー、一通りの感想ですかね。でえー、っと話してないこととで言うと まあ村木敦子さんを追うのは政治家には無理でしょうから少なくとも若年被害女性支援事業っていう東京都がやってる年間2億円最低出てて今後も増えるであろう事業また赤い羽根募金とか赤い羽根募金ご存知ですか赤い羽根募金もそのこの WBPC と呼んでる若草ボンドパップスコラボに大量に金が流,流し込まれていたことについて 小学生の時に何百円も取られた子供たちのこ心がね、今怒ってるんですよ。うん、そういう現象なんですよ、これは。そんなコラボが会計を軽く間違えてて、あと韓国で政治活動してるだけなんていう認識は、山火事が起こってるのに、葉っぱが燃えてるって言ってるぐらいちっちゃいことですよ。ですからそこは、ぜひとも足立さんは、ちゃんと勉強して、まず僕のチャンネルの動画が最もまとまってると思いますから、それをまず見てほしいんですけど、 で、その上で僕が足立さんにお願いできることがあるとしたら、足立さんが推し進めたらしい AV 新法も、この WBPC という4つの団体が強く推し進めて、結果として今アダルトビデオ業界は大変なことになってて、AV 女優の人とかがこんなんでは生活ができないって困ったりしてるわけですよ。で、政治家って困った国民を助けるのが仕事なんじゃないですかね。 こういった法律を作って問題が起こったなら、そのケツを吹くのも政治家の仕事なんじゃないですかね。私さんにはぜひそういうことを頑張ってほしいんですけど、そのあまりろくにわかってないような、この問題に本質がわかったとか言って首を突っ込むぐらいなら、自分が立てた AV 新法っていう法律に向き合って、何が問題か、どう治すべきか、把握していただけませんかね。まあ僕はその AV 女優さんではないので、AV の仕事もしてませんし、当事者ではありませんが、 固めに見ていてそう思いますけどねはいいいですかいいですよ。うん、ちょっとレッスン返事をするとあのまずね国会議員って今700人いるんですよ。国会議員の人数が何か問題なんですかそれでそのうちね今までそうやって今皆さんが一生懸命取り組んでまず僕が話したコラボの内容とかに関しての話はしないちょっと順番に全部であの返事しようとしてるんで。 だって私だって最後まで聞いたわけだから最後まで聞いてよそれはね。どうぞであの少なくとも今700人いる国会議員の中で、まあ、浜,田浜田事務所がいろいろ動いてくださってるのは承知してるけど、えー、私まあ多分反応してるのは私と浜田事務所ぐらいでしょ今多分。だから何が言いたいかというと 700人いる国会議員はみんなこれどうでもいいと思ってるんですよ。だから、そういう中で、少なくとも私はこれはどうでもいい問題ではないと思うから、河松さんの動画も見たし、須田慎一郎さんの動画も見たんですね。だからまず、その、ま、まずそういうことをしてきましたと。で、政治家っていうのは、あのー、 ずっと、何てちうかな、その、放課無理して見てればね、政治家っていうのは、まあ、その、関わらずに済むわけですよ。で、で僕は、あえて、ここは仮説として、今まで自分が限られた時間だけども、えー、見たり聞いたり考えたりした中で、自分はこう思うという、自分のスタンスを仮説だけれども、スタンスをまず表明する。 で、表明する中で、こうやって、まあ、おい、おいこらということで、また教えてくださる方々もいるということで、修正していこうと思っています。だから、私は、あの、今日のツイッターとか、あさってまた自分のチャンネルでやりますけども、えー、まずこれは議論が、あの、自分の中では取り組みが始まった段階で結論出したつもりはないんです。ただ、政治家が、 政治家がずっと勉強中ですっていうわけにいかないわけですね。だから政治家っていうのは常に限られた情報の中でポジションを作るわけです。で、そのポジションについては確かに間違ってれば落選するし、合ってればさすがだということになるんで、それは、あの、そういう思いでやってるということで、まず、その、限られた情報に基づいた、えー、仮説的なスタンスであるけれども、それでも表明していくのが政治家というものの まあ一つの生態なんだということはちょっとあの知ってほしいということが言ってまずその一点についてお話し最後まじゃあもう圧縮していかいかまず最初に僕がお聞きしたいのは700人の政治家の中にはその陰で調べてくれてる人とかも僕はいるように思うんですけど なぜ700人全員が全く興味がないと断言できるんですかいや、僕はいろんな人と話してるから。700人全員といやいや、全員とじゃないけど、いろんな人間関係の中でどう思うとかああ思うとかいうコミュニケーションを取ってますよ。700人中何人ぐらいの意見をいやいや、それはもうだからその友人たちですから、それは数人ですよ、数人。700人中数人に意見を聞いたら <laughs> 700人全員が い,いやいや、そうおっしゃるけど、いやいや、じゃあ、その誰が関心持ってんの、これ。え、いや、いや、だから、なっいたいや,いやいやいや、だから、少なくとも、いや、政治っていうのはあの、発信しなければゼロなんですよ。発信する準備や勉強されてる人もいるんじゃないですか、ね、可能性の話ですけど。いや、僕は、この本件で前に出てくる政治家はいないと思うね。 まあ、結果見てくださいよ、結果どうなるか。僕は、ほ、あの、ほとんど、というか、今見てる限りでは、えー、与党で出てくる人はいない。で、えっ、ー、と、維新以外の野党で出てくる人もいない。そして、維新の会の中で、まあ、ぎ北さんがどうしてるか知らんけど、だから、なんちゅうのそうやってこう、永田町っていうのはだいたいこう、 空気感とか相場感とか構図がある中で、えー、よ与党の何人かとも話ししたし野党の何人かとも話ししたけど、えー、まあ見ててくださいよまあ見ててもらったらいいけど本件で国会議員が前に出,出てくることは、えー ほとんどないと思いますよ、僕は。で、それは結果見ていただいたら、そう分かると思います。はい、まあ,あの、結果を、結果っていうのは、いや、あのね、えちなみに、<う>あの多分ん足立さんはご存知ないんでしょうけど、僕、本件についてはもう、住民訴訟も予定していてで、住民訴訟で相手が争うことを考えると、最高裁まで戦うとなると、まあ、おそらく5から7年ぐらいかかるんですよ。 で僕はその5から7年を戦い抜く覚悟で、カンパも集めて、カンパ7000万集まったの知ってますかうん、うん、あの雰囲気は聞いてます。はい。あなるほど。じゃあ、それで5から7年戦い抜くつもりなんですよ。で、5か,らはい、5から7年も僕が戦ってれば、あるいは何人か国会議員が動いたりするかとは僕は普通に思うんですけど、その701人が1人も出てこないとはちょっと僕は思えないんですけど、うん、まあだから。で、その結果が出るっていうのは、僕の場合は、 最高裁まで戦い終わった後の5から7年後を想定してるんですけど、足立さんの結果を出るっていうのは何日後何ヶ月後を想定した、まあるんです1、2、3年よね。1>, 1と2と3年のどれですかまあ、どれでもいいんだけど、まあ、岸田さ 3, 3年以内に1人も出てこないっておっしゃるんです、ねじ。じゃあ、だから来,来年の秋に自民党総裁は。いやいや、まあ、あの突き詰めて考えてないけど、 じゃあ、めて考えて改めて教えてくださいよ。一人も出てこないっていうのはどれぐらいの期間で出てこないんですか、うん、まあ、だから岸田内閣、だから来年の秋に自民党総裁選があるから、それまでぐらいは出てこないね。なるほど。来年の秋までに出てきたら、あなたの発言は間違ってたってことですね。そうだね。なるほど。そういうことになると思います。はい。はい、でちなみに僕は最高裁まで争うから、本件は少なくとも5年ぐらいは終わらないけど、 来年秋までに一人も出ないことによって、本件に対しては政治家は誰も興味がないという結論になるんですね。足元だよね。足元ってさっきおっしゃってましたいや、要は、要は政治のリソースってのは限られてるわけですよ。ね、それは政治のリソースも限られてるし、メディアのリソースも限られてるわけですよ。で、そう,いう中で、今年来年という時に、あの、何を、その、ケーブルに上げて。 えー、国家的な、国民的な議論をするかっていうときに、例えば安全保障とか、防衛費の増税の問題とか、まあ国会の話、興味ないんで、コラボの話します。いや、ちょっと聞いてくださいよ、だから政治,政治の話するし僕が話しているのは、コラボの件の本質は何だったのかってことと、さっきあなたがおっしゃったことの内容の否定と、あと僕の方から一つの投げかけとしては、AV 新歩をちゃんとやってくださいよって話をしたんですよ。 <で>政治家としてあしあのリソースが足りる足りないとかそういう話は僕がいなくなったから一人でまあまあまあだから今ひもそろさそあ足しさんちょっとだけいいですかいやちょっと森島さんああちょっと待ってはい、はい、ちょっと待ってあの今,日今はせっかくひもそろさんが来てくれてるからひもそろさんのリクエストに全部応じますからあの言う通りしますで,あので順番にパパッといくとねで今の話は国会議員の話でしたけども政治資金規正法っていうのをね やっぱり勉強しといてほしいんです。ぜひ。大事だから。で、政治権規制法っていうのは政治団体について規制してるんじゃないんですよ。要は、ある種の行為をする人たちについては、政治団体届けをしなさいという法律なんです。逆なんですよ。さっき暇らさんがおっしゃったのと逆なんですね。だからそこは、もう一回政治権規制法絶対大事になってくるから、また僕も勉強するから暇らさんも勉強してください。 から、えっと、若年、あの、いわゆる被害女性とかの話はですね、えー、他にもあるんですよ。あの、なんて言いますかね、僕が被害女性の進歩とか、補助金事業に光当てることに若干ネガティブなのは、そのずさんさっていうのは、それだけじゃないんですよね。あの、んなんて言いますかね、その、もう、 カシミヤ席がハンドリングしているその行政サービスあるいは補助事業もう万般にわたってずさんなんですよだから,だからだこの本件はだからこれこれ,これをそのいやもう常にある問題なんですよ結局あの他も同じだとなかなかそれ突破できないんですよだってそれをかいあの問題だということを、はい 認めたら、他も全部問題だっていうことになるじゃないですか。だから、その、確かに、その、東京都がか監査してるみたいな、あの、その、まあ、なんちゅうのある種のずさんさについては、東京都レベルで、あの、訴訟も含めて解決されたらいいと思うんだけれども、それが、その、何、その国、国家的なっていうか、 その国の政府の補助事業全体にまで波及できるかっていうとそれは今のままの切り口では難しいですよという意味で僕は本質的じゃないということを申し上げてる。それから赤い羽根募金についてはねこれはねちょっと注意してやってほしいのは赤い羽根募金のおかげで回ってる真面目な福祉事業もたくさんあるんですよね。だから私はこの赤い羽根募金の問題にかかる問題提起のやり方は 注意してやってほしいなと思って、私はそこは距離取りながら見てると、以上ですね、あそれから AV 新法、AV 新法はあの党としてあの改正案も国会に出してますので、できるだけ早い段階で修正に動きたいと思ってます、以上です。なんで修正するような法律、しょっぱな出したんですかね。これは失敗ですね。なるほど、それはあの AV 業界の皆さんとかにちゃんと謝罪された方がいいんじゃないですか。ああもう ああ僕知らなかったですそれはもう直接面会してあの反省も示しどうやったらそれがもっといい方向にいくかというヒアリングも僕のチャンネルの YouTube に全部上がってますんで、まあ、またお暇があったら見ていただきたいんですけどまあ僕は見ないしあのその結果っていうのは多分この今聞いてくれてる8000人か1万人ぐらいですか。 が多分確認してくれると思うので、僕は僕がやることやります。フマソラさんでも AV 新報について僕に質問されたわけでしょ。そうであればさ、フマそらさんがこれちゃんと勉強してくださいよっていうのを僕も勉強すると言ってるんだから、フマソさんだって僕が勉強してよっていうのを勉強した方がいいんじゃないの。AV 新報を作ったのはあなたですよね。まああなただけじゃないけど。いやだから、 あの政治家としての責任を果たしてくれっていう話を国民の意がしたことで、政治家から国民に対して要求するんです、まあ、それはおっしゃる通りよねあのおっしゃる通りだから、この話は終わりですね。まうん、そうやねいいで、すよ思いっきり話をそらされましたけど、川松都議はまさにその、この NPO とかの問題が都庁でものすごい問題になってるとここれはこの件に限らずいろんな件でも。 大になってるはずだからどううやっっっっってててててててそれをを波及させてっていいのの考えてあの人は動いてるって自分でおっしゃってますよだから僕は川松曽吏と連携もして応援してるわけですけどどうして僕のチャンネルの動画も見てないようなあなたが本質はこうだとか言えるのかいまだに僕には理解できないんですががただ、まあ、おっしゃる通りまず僕の問題と思ってるのは、まあ、都庁と電話した時にね録音も公開したんですけど。 NPO 団体や一般社団法人を監督する省庁っていうのが存在しないから仮にそこで犯罪行為が行われていても監督はできないああ犯罪だったらまあ警察が行くんでしょうけど違法行為が行われていても監督できないっていう回答を都庁から受けたんですよだから僕は住民監査請求をしたわけですけどねでこのことこそが問題であるならば、まあ、誰か国会議員とかが動いてその NPO 法人や一般社団法人を監督する省庁を作るとか そういう方向に動くのがおそらく良いと思いますよ、そんな曖昧に、なんかその政治活動団体がどうこうじゃなくて、そもそも NPO 団体と一般社団法人ってものが、監督する省庁が存在しない、これが絶望的な問題だと思いますね、僕は。で、その点について、足立さんはご存じなかったようですから、うん、ぜひともそれについて動いていただきたいですね。うん、だから監督、官庁が存在しないと、東京都あの 東京都議会の<れ>、えー、職員かから聞かされましたよ監督官庁ってど,どういう意味で監督するのそれはいやいや監督官庁ってよくわかんない,いや監督する省庁が存在しないため<式>あの監査はできないとえっこのはあるよねこの教本は僕は省庁の話をしてるんですけどっていうか僕はそういう話を東京都議会からされて でまさにここが足立さんが本件について僕がどういう取り組みをしてきたのか全く勉強されてないとなのに突っ込んだってことがはっきりしたと思うんですけどあのねそれってでもね何が問題なの監督官庁がないっていうのはだって会会社だって労働組合だって監督官庁ないでしょあの公金が流れるような公金が何億何十億何百億と流れるようなところが 監督されてないのが問題なので、ええ、その、会会社労働組合に口金ってバンバン流れたりしないですよね。労働組合もある程度流れてるし、それで何よりも株式会社にバンバン流れたりしないですよね。いやいや、株式会社は？株式会社。口金がどういうふうに労働組合に流れるんですか？株式会社。なんていう会社の労働組合に口金が流れるんですか？いや、労働組合は確かにどうかな。労働今あなたが出した話ですよね。いやいや、じゃあじゃあ労働組合はちょっと撤回し、て株式会社は。は え株式会社はいろんな法律で縛られてたり、その決算、例えば上場してたら決算を出したりするわけですよ、ね。非公開会社は非公開会社が公金等取引をする場合は当然調査とか入りますよね。補助金ばんばん流れてるね、IT 補助金とか、何ものづくり補助金とか。じゃあ、それも自分で動きゃいいんじゃないですかいやうやん、だから、それは、いや、皆さんが関東官庁がないっちゅうのをね。 ことさら問題視されてるんだけどそれはですね僕っていう市民が東京都に住んでる都民である僕が東京都の都税が流れおかしな流れ方をしてるから調べてくれって東京都議会に言ったんですねそしたら東京都議会から監督する官庁がないからそれは調査できませんって言われたんですよもうそれて当たり前じゃないですか仕組みとしてあ <laughs> 当たり前なんですね僕そういう当たり前知らなかったんですいません,んだってうんそんなね 補助金が流れてる、例えばでしょ ?IT 補助金がある中小企業に流れてました。じゃあ、その中小企業僕、一般社団法人と NPO 法人について調べたら、監督する省庁がないって言われたって話をしてるんですけど、いや僕は営利会しも一緒です中小企業だったらまた違った調べ方があると思うんですけどね。<あ>だって中小企業には住民監査請求できないでしょ今澤、うん、さんも、矢田さんもちょっといいですか誰ですかあー ?T チャンネルと申します。 いい、まあ、いいならいいよ僕はできれば邪魔しないでほしいけど、とりあえず1分ぐらいどうぞ。1>, ああああ1分ぐらいでまあやらさせていただくんですけど、<laughs> まあそういうのって基本的に NPO とかを監督するんじゃなくて、各事業団体での,あの調査になるんで、この場合はあのこうそのやってる事業そのもので単位で検査する、まあ、今回だったらあれですよね、東京都の、えー、と福,祉福祉局ですよね。いやだから だから言ってるのは、はい、補助金補助事業ベースでの監査は今回も東京都はやるわけでしょだからといってその NPO なり一般社団法人なりのそのその事業全体についてちゃんと見てるのかっていうのが今僕に聞いたんですかうん、うん、そうだから コラボならコラボの事業全体を誰か見てねえのかっていう話じゃないの違いますよ。い<や><え>多分私さんそれは違うと思います。あ、違うのどういうことつまりこの行われた事業について、うん、あの是か非かっていうのをどこの監督官庁も調べるとか、うん、そんな当たり前でないんですよ。よ私も若年者事業というのをやったことありますが、義、うん、務提供ってめちゃめちゃ厳しいんですよ。 で今回に関しては僕が思ってるのは都がどんだけずさんかっていうのが僕からすると分かってその、えーっとえー、全部の帳簿も全部ツナペアキャンして出したことありますけどこんな数字合わないのってないんですなので私はどちらかというと、うん、この問題の,の本質は都の会計がいかに甘いかっていうのだけ僕この一点なんですで僕もそれ,それだったら分かるんだけどねはいはい、うん、ええ暇虎さんに一個だけちょっとあのお伝えしたいのが えっと、ご自身の年収であったりとかご自身がどれだけ資金を集めてるかという、えっと、僕からするとどうでもいい情報あるいはあなただけが知っている情報あるいはそれを、えっと、読んだことがない人にはわからない情報を、えっと、他人に聞いときながら足立さんが言うように国会の情報は私は興味ないんでってのはあんまり議論としてフェアじゃないんでその辺はちょっと落ち着いてお話しされた方がいいかなと思います私以上です。 ああ今の件については、デイリー新京を読まれたとおっしゃったから、そのデイリー新京の中の記事に書かれていることを本当に読んでおられるか確認しただけですあれば、そのようにお尋ねしたらよろしいんじゃないですか、私、いくらいくらの、えー、とし資産があって、それについてはお読みなられましたかというふうにお尋ねするのが正しいんじゃないですか、本質的とは、全然本質の話じゃないんですよね。 いやだからそれはそのそは勉強不足だと怒られればまあ勉強不足なんだけどあの少なくともーでその「出理り新調」を斜め読みしかできてなかったちゃんとその記事のその一つ一つについて頭に残ってないとしたらまあ僕の、まあ、姿勢の問題かもしれないけど僕はそのひまそらさんたちがこの問題にもっと光を当てていきたいと思ってる中で 少なくともですよ、あの、まあ別に僕がどうっていうことじゃないんだけど、まあ一応国会で活動してる議員の一人が、これはそのていうの、その、何てちうの、少なくともこれについてのスタンスをその表明してるだけでも、あの、何てちうかな、皆さんのこの目的、目的っていうのはこのコラボ問題の、 本質を炙り出していって解決していくという皆さんの目的からしたら僕はなんかマイナスの存在じゃなくてプラスの存在だと思って頑張ってあのいやいやあの人あの川松さんのことをこのあのとか菅慎一郎さんのことをあのわわ言うのはまあそのよくありがちな私のまあ,あの余計なところかもしれないけど逆に政治っていうのは起死鮮明にする これは大事。これは大事じゃない。これを、ここに出口があるはずだっていうのをそ、その、とにかく発信していくことにしか僕らの存在意義はないと思ってるのね。だから、なんちゅうかな、こうやってこう、山沢さんが今日来てくれてくださって話をできてるのは本当、あの、声だし、感謝してるんですよ。<え>で、その時に。え、うチャンネル一個も見てないのにうん、どういうこと 僕のチャンネルの動画を一つも見てない程度の興味なのにいや興味っていうかだから足立さんのツイートを今僕読み上げますけどなんかコラボ問題関係者がいろいろおっしゃってるみたいですが触れられない可能性はあると申し上げていましたのでご理解ください、うん、まあここまでは要は、えー、とさっきおっしゃってた僕がツイートを読んでなかったって話ですよね次本当にコラボ問題の本質を正していきたいなら 私とと正面から向き合った方がいいですよそれについてつまり今日足立さんがおっしゃってたのは政治の睡も甘いも清濁合わせのめるのは自分のような政治を分かっている人間であるからっていう話ですかいや清濁が何か分からへんけどこうやって,さんていやその一国民としては話を聞いててそういうふうに受け取ったんですけどいやいやだから僕政治家じゃないんでその政治家云々の話がよく分からなかったんですが。 ただ少なくとも足立さんってのはその須田さんの動画と『デイリー a 新斜め読み』と川松さんのなんか動画1個見てこれは問題だって話をその僕が本質を知ってるみたいな話をされたわけですよね。でも僕はもっといろんな問題がこの件には絡んでると思ってて僕なりには調べて今までやってきたんですよ。で川松さんにもいろいろ協力してもらってというか発信をしてもらってるわけで,でそれを自分こそが分かってるみたいなこと言われるとやっぱカチンときちゃったわけですよ。 で今日こうやってお話しさせてもらって、まあ、足立さんの話をいろいろ聞かせていただいてね、うん、で結局何言ってるかわからないんですよ足立さんが。わからないか。なのでなんかもうちょっと足立さんの言葉で、うん、僕が何も分かってない赤ちゃんだと思ってまあ赤ちゃんは日本語わかんないからその小学校6年生ぐらいのちょっとませた書きだと思って。 その今回の問題の件をもうちょっと足立さんに好きに語っていただきたいなと思うんですけどじゃあちょっともう一言語っていいですかじゃあいや一言どころか全然好きなだけあの眠くなるまでいいですよあの結局ねその何ちゅうんかなあの日本の経済とか日本の社会においてやっぱり解決しなければいけない問題って山積、まあ、をしてるわけですけど 得てして政治的行政的エネルギーが、あの、その問題を解決する、その、なんちゅうかな、このところじゃないところに相当なエネルギーが割かれてしまう、この、私が言うとこの非生産的な政治っていうのが行われることが頻繁にあるわけですよ。で、例えば安倍政権、ちょっとまた話飛んで、あの、ひまらさんには申し訳ないけど、 例えば、森け騒動っていうはありましたと。で、今日はそれ議論しないけど、森け騒動で、えー、あれだけの,そのメディアも含めて大,大騒ぎしたけど、森け騒動ので、えー、大騒ぎした結果、日本の経済社会がどう改善されたのか。実はほとんど生産的な 結果になながっていいというのが僕の僕まず理解なんで、すねでそれは、あの、戦後日本の政治で、特にこの、ここ2、30年の政治の中では、あの、よくあるパターンなんですよ。要は、政治の生産性が低いって僕は言ってるわけね。政治の生産性が低い。だから、やっぱり、何でもそうだけど、えっと、かけたコストに対して、ちゃんと世の中がもっと良くなる。 経済が成長する社会がもっと透明で公正になるそういう出口につながるかどうかということを僕はその本質と言ってるわけですねだから森掛騒動は全く本質を外していたっていうのがまあ僕の評価になるわけですじゃあ今回のコラボ問題とか若年被害女性支援事業の本質本質と僕言ってるのは出口のこと言ってるわけです出口のこと。であの要は こうやって大騒ぎした結果、日本社会がもっと良くなった。東京都の行政、日本の行政がこう良くなったっていう出口につなげていかなあかん。時に、その、何てちうかな、その、東京都の、補助金事業の執行がずさんでした。だけやったら、もうそれは、かまさに任しといたらいいんだけど、 カーマさんの動画でカーマさんが示唆したことっていうのはもっと怪しいことがあるぞという感じだったし、須田慎一郎さんの話ももっとなんかこう、これはもっとでかい話だぞっていう話があったので、それは少なくともカーマさんや須田さんが具体的に示されているエビデンスとかファクトとかに即して言うとそんなでかい話じゃないよなっていうことで僕は、 えー、ちょっとそこ違うんじゃないっていう言い方をしました。じゃあ、えー、どういうふうにあの、この問題の出口を作ってか。まあ、一つは、確かに、ひまそらさんが多分、ご示唆されてるように、さまざまな抗金の流れがあまりに不透明だ、不透明というか、ずさんだっていう話ですね。で、このずさんだっていう話は、 あの確かに面白いんだけど何ちゅうかな、あのー、お一般にはちゃんとされてるんですよさっきあのボス島さんもおっしゃってたけど日本中で今ボス島さんってさっきはあの後で発言された方ねああだからだからその補助金適可法とかさまざまな法律の体系がある中で え、行政は、それこそ訴訟で負けないように、徹底的に、そこはきれいに、きれいにというか、要は住民訴訟で負けないようにするのが、お役所の仕事の、まあ、9割のこの配慮、まあ、気遣いながら彼らは、彼ら、彼女たちはやってるので、じゃあ、そのずさんさっていう話が、なんか、その、大きな話になるかっていうと、私はやっぱりそこは、 まあ東京都の問題かなという、まあ、程度の問題だということで若干こう、やゆしたと。やゆしたんですね。やゆ、えー、しましたよ。要は、えー、本質が分かってるって分かってないのに言ったことをやゆって言うんですね。本質が分かってないのに、いやいや、いやいや、ごめん。私は、あの、その、須田,須田さんが YouTube で言うような、 えー、大きなこの、あの。えー、疑惑っていうか、問題中。ことを。問題があるんじゃないかという示唆は動画でしてるんだけど。動画の,の。いために、あの。その動画の中で。でそれで助かってる団体もあるからっておっしゃったじゃないですか。うんうん、それで助かってる団体もあったら、貢献が。この政治活動をやったり、辺野古に女の子を連れてったり。 会計が不正で、あ不正は言い過ぎですか、まあ不正だと僕は思いますけど、会計もろくにやってないような団体に赤い羽から3000万出てるわけですけど、これは他に助かってる団体がいたら、うん、僕らの募金した小学生からかき集めた3000万がコラボに流れてても問題ないってお話だったんですか で問題問題ないということじゃなくて、それをあんまり、ね、じゃその助かってる団体がいる<う>っていうのはどういう例えなんですか。あんまり煽って、じゃあもう赤い羽根募金には募金しないもんねっていう人があんまり。広がると、真面目にやってる福祉の人で困る人が出てくるなっていうことです。それは真面目に。真面目にやってる人を人質にとって、赤い羽根募金に募金を続けてくださいってお話をされているんですか。いやいや、だから赤い羽根募金であれ、その若年被害女性等支援事業であれ。 あのずさんなところがあれば、正していいくべきだと思いますよそれはそれは弱いだ、あのー、助かってる団体は逆に、間違ってる団体が排除されれば、よりお金が回るようになるからいいことなんじゃないですか。だからコラボは徹底的に<ぶ>もし不正が大,大いにあるのであれば、徹底的に調べ尽くして排除するべきではないですか。 まあ結果はどうかわからへんけど、そのそういうずさんないや…結果ではなくて、そういう方向で動くべきではないですかいや、そういうずさんさを改善していくことは大事ですよ。ずさんだけの問題だとおっしゃってますかさっき政治活動もしてるのが問題だとおっしゃってましたよね。いや,いや、少なくとも今、えー、いろんな方々がネットで、ネットを中心に、えー、展開されているさまざまなファクトとか、 エビデンスとかを見る僕私がざっと見る限りざっとっていうのは須田さんの動画一つと川松時の動画一つと「週刊デイリー新調」デイリー新を斜め読みの3つのことあと,あとツイッターの斜め読みやねツイッターの斜め読みツイッターをざーっと斜め読みするっていうね <laughs> どういう単語で検索されました いやもうそいろいろだから忘れたけどなるほどどういう<で>そのツイッターを斜め読みした結果どういうことを言わとったんですかででで結果ず,ずまあずさんさというところまでだなとは思ってるわけよそのツイッターの斜め読みした結果、まあ、そういう感想を得たということですねそうそうずさんさ以上のものは出てこないなって思いましたねなるほど、うん、で赤い羽根募金はもうそれもずさんさであると、まあ、そうでしょうずさんさでしょうこれは なるほどまあそこはだって僕の動画一つも見てないならそのぐらいの意見かもしれないですね。なんかそのずさんさを超えたなんか問題っていうのはいや僕はだからさっき申し上げたようにあの政治活動の問題は問題だと思いますよ。だからそっちにもっと話を寄せていくべきではないかというのがせ一人の政治家の一人としての僕の意見な。なるほどじゃあその点についてすごく詳しい僕の方からちょっとあのしようと 説明になるかもしれないんで恐縮ですが、まず政治活動について、僕は大々的に問題として取り上げた過去があります。そして、政治活動をしてるんじゃないかと。辺野古の座り込みに女の子を連れて行ったり、韓国の慰安婦に慰安婦団体、うん、正義連っていう。今、北朝鮮のスパイが捕まったような団体に行ったり。うん、まあその時は知らなかったけど、寄付金を入れたりしてるのは問題じゃないか。っていうのを僕散々都庁にも訴えかけたんですね。うん、そうしたら都庁からは？ 政治活動を主としていないから問題がないと、うん、こういう回答がすでに出てるんですよ。で、<ー>政治活動をしているかどうかについては、<そ>住民監査請求も住民訴訟もできないんですよ、僕からは。なぜなら、これは会計の問題ではないからです。住民監査請求や住民訴訟というのは、不正な会計があったときにしか行えないんですよ、僕のような市民からは。うんうん、な,なので、ぜひ政治活動についてはでしたら、うん 足立さんの方から動いていただけるのはいいんですが、僕がそれを問題視してないわけではなく、僕のような一市民からの訴えは、無視されたといいうのが正しいです,あのす政治活動はさんざんまとめて、あと、あのあ<の>コラボの二藤夢野さんは、共産党の池内沙織さんの、えー、選挙の公示日の2日前から、ツイッターで、池内沙織さんに投票をという呼びかけをしていました。 でこの点について僕は警視庁本庁に告発状を持って行ったんですがこれまだ動画とかでは未出の特,特ネタではないけどまあ未出ネタですけど警視庁の刑事に聞いたところコラボの2頭夢めのさんというのはフォロワーがたった7万人しかいないからこれは選挙権を持つ人間からするととても少ないので確かに公職選挙法違反は認められるが検挙については消極的であると。 うん、警視庁の見解とししていたただきました<ー>で僕はそれに対してフォロワーの7万人というのはあの選,挙のその選挙権を持つ人間からすると少ないという見方があるのかもしれないがツイッターという仕組みからすると7万人というのはとても多いアルファと呼ばれるアカウントでありまたこの7万人のフォロワーを持つアカウントがあの選挙の,その投票してくださいという話をするのは明らかに大きな影響力を持つと。 このようなものは絶対に公職選挙法違反でしょうと。これも取り締まれないのであれば、公職選挙法違反。まあそもそも公職選挙法という法律の存在の意味はないんじゃないですかと。こういうことを警視庁に言いましたが、まあ消極的であるという回答もいただきましたよ。うん、ですから政治活動や、うん、つまりこの、これも政治活動なんですよ。コラボの代表である二藤夢乃さんが池内沙織さんを女の子を連れて行ってビラを任せたり、 その上、公職選挙法違反の公示前の選挙活動までしてるのに、警視庁さえ動けない。こういった前提の情報もあった上で、僕は住民監査請求と住民訴訟という、ただ一つの戦える道で戦ってるんですよ。うん、まあ、あとついでに訴えられましたけどね。うん、そういう状況ですので、政治活動については僕ができることはないんですよ。うん、一通り全部やったんですよ。警察にも行ったし、あの、 都庁にも訴え出ましたし散々それは僕の YouTube の動画でもやったんですよですから、うん、足立さんがそこについて僕よりも強く動けるというのであればぜひ動いていただきたいうん、それはねそこについては僕は強く動けると思うよっていうのは何でかっていうとねぜひそれお願いしますよあのさっきねあのまさに東京都の回答だったかなそのしたる活動っていう話が出てきたでしょ したる活動っておっしゃったでしょ要は、したる政治、政治をしたる活動にしてないからっていう話があったでしょえっと、ひまそらさんがさっきおっしゃったんだけど。あ、まあ、あの、一通り喋ったからがいいのそうですね。したる活動で蹴られたって言いましたよ。で、このしたる活動で蹴られたところが、ところが実は、今日が最初からずっと言ってる政治資金規正法の肝の部分なんですね。で、要は、したる活動、その団体のしたる活動が政治である場合には、 正式資金規制法の給付金規制の対象になるんだけどじゃあしたる活動ってなんだっていうところが全く今まで議論されてきてないんですよいやいやいやだから都庁はその政資金規制法の3条1項3号のしたる活動っていう言葉を取ってそこに該当しないという解釈をしてるっちゅうわけですよ。 うん、東京都庁にこういった活動をいろいろやってるから主たる目標と言えるでしょ主たる活動と言えるでしょうって問い合わせたら、うん、東京都庁の回答は、うん、あの一般社団法人コラボの定款には政治活動をすると書いていないとだから主たる活動ではないと、うん、それは違うねそれは都庁に言ってくださいよ。 いやいや、だから、それは、まさに、いや都庁にそれを言われたんですよ、僕は。いや、まさに今ね、今空さんが、あの、その東京都庁の回答について、改めて教えてくださったから、そこに、正式規制法について、えー、まあ、一定の知識がある僕とお、コミュニケーションを取ることによって、そこには実は、えー、あの、なんちゅうかな、切り口っていうか、あの、付け入る隙がね、えー、行政側、 東京都側に大いにいあるぞと、僕は今少なくとも今の会話だけであんまり言っちゃいかんかもしれんけどこのしたる活動のこの捉え方のところの処理の仕方でさまざまなそこはこの,あの攻めどころがあるなとちょっと感じました。でしたら是非あの秘書の方とかから僕ツイッターのアカウントってご存知ですよね。 であのダイレクトメールいただければ、うん、政治家の方だけに渡してるような情報とかも一旦送りますので、うん、ありがとうございますだからあ,のありがとうございますんでねだから申し上げたかったことはちょっと話まとめまとめみたいな話になるかもしれないけど私は私のこうあの何て言うかなあの能力っていうか私の政治家としての、えっと、キャパシティを あの、ある程度こう、使いながら一定の切り口をまあ見出しつつあるんですね。で、今、ひまそらさんとコミュニケーションを取らせていることによって、あ、あの、新しい学びももちろんありましたっていうのは、単にずさんさっていうことをおっしゃってるだけじゃなくて、えー、まさにその政治活動のところにも相当これまでリソース割いて、あの、取り組んでこられたということも分かったけど、それは、あの、私と、 そこは、まあ、なんちゅう、私、私ともう少しコミュニケーションとか教えていただくことによって、えー、ここの点の議論がもうちょっと前に進む余地はあるんじゃないかと思っているので、ぜひこれを機に、これを機に、その政治活動、要は、その中間法人、そういう非営利法人の政治活動のあり方について、 どう規制されていくべきか、あるいは今どうなってて、将来どうあるべきかという議論をぜひさせていただきたいと思いますので、あの、うーんなんちゅうの、今日今日の夜の動画で, you で、YouTube、え、で、ー、取り上げられなかったからといってね、そのちょっとぶった切るのはやめてほしいなと。で、だからこそ私は、本件について結構役に立つ政治家じゃないかなと、自分で自分で思ってるわけですよ。 だからそこはちょっと、もう少しこう懐深くあの政治家と付き合ってほしいなっていうのが、なんだよねなるほど、僕も通知を切ってるっていうのは僕の都合ですから、ちょっと確認は取れてないですけど、それについて、あの足立さんの方から、なんか 2, 2日後に言うかもしれないから、今日は言えないかもしれないっていう話。まあ 単純に僕の聞いてた感想ですけど、話そうと思えば話,話せたんじゃないかなと思ったんで、ちょっと、あと、やっぱ一緒に頑張ってくれてる川松さんとか受けなされたから、頭に血が上ってしまったのはあったかもしれないです。それは謝ります。うん、で、その僕が動けてない政治活動の点について、政治活動の点について確かにおっしゃったというか、言及した政治家っていうのは、足立さんが初めてではあるんですよ。うん、そで<の>、そ戦えるっていう話をされたのは、うん、まあだから浜田さんとかは、 今あの、会計とか補助金法とか、あとはあ、そういえば僕が衆議院議員会館で訴えられたことを、あの衆議院議員会館を貸した議員っていうのが知りたいんですけど、それもぜひ調べていただければ。これはね、結論から言うとね、あの他の案件でも同じように調べたことあるんですけど、絶対言わないんですよ、衆議院は。あそうなん衆,衆議院、参議院は。だから、その件は、そのひならさんが教えろと言って、開示請求されたのを断ってきたのは、 それだけによって、もう全部断ってるん,んですよ、彼らは。で、僕も、実はある、それこそ、あの、関西生コンって言ってね。あの、あのまさに僕、それもよく知らないんですよ。ごめんなさい。あの、いや<の>、いいのいいの。だから、何が言いたいかというと、他にもそう、同じようなことで、会館を、会議室を使うケースはいっぱいあって、過去にも僕は、それに、えー、誰だっていうのをやったことがあるんですけど、だから、同じことをやったことあるんですよ。国会議員の一人として。でも、それは、 もうその、なんちゅうかな、それを借りた、国会議員の、まあなんちゅうかな、ある種の、この、えー、その一つのパワーで、それを使わしていて、で、それを委員として、委員というのは衆議院とか、あるいは参議院としてそれを、あの、開示する方向に持っていこうという流れは、今のところもう全くないんですよね。だから、あの、 まあ,まあ結論から言うと同じことを僕もやったことがあって、それはなかなか今のところ相場的には難しいという状況ですね。というような、あの、相当なんちゅうかな、この手の話を真面目にやってきた一人なんですよ、私。だからいや。別に僕分かんないんだったら議員会館興味ないですよ。大丈夫です。うん。 だってね、か分かんないんでしょ分かんないものにかかずらわってもしょうがない。だから分かんないっていうか、その絶対に衆参は、今、今の、スケンドン国会議員たち、今の700人の集合体は、そこをちゃんと開示する方向で全体が動くっていうことはないということです。今のところ。じゃあ開示されないじゃないですか。されないされない,れないじゃ。じゃあ開示されないで結論出て終わりじゃないですか。当面はね。はい、当面は終わりです。それは。で、あの、 でも僕は今日、ひまそらさん,らさんが分かってきてくれていい議論ができたと思う、うん、いや、あのまずひま,そらひまそらさんもさっき僕の,あのツイッターの通知をオ,ープンにあのオンにしてなかった点を。いやオン、オンどころかその僕見れないんですよ。秒間100件ぐらい来るんでとい,ということを言っていただいたし私も今日取り上げられなかったことをお詫びもしたわけだから。 せっかくこういう問題に、ね、お互い関心を持ってやってるわけだから僕は別に全然足立さんについてはあのなんかあのだか僕が怒ってたのはまずその川松さんをバカにされたように感じたことで,でそのことについてできれば謝ってほしいしそしてそのことで僕が頭に血が昇ったことを謝ったんですよ。 あのー、何、はい、て言うんですかね、そういうことに僕は怒ってなくて、まあは僕は川松さんを馬鹿にされたことを怒ってるんですよ。うん、まあ、だから、あの。いや、だから川松さんのやってるようなことは雑音だって言ったことをぜひ謝っていただきたいんですよ。で、僕はだから、そのことで頭に血が残ったことを謝りたいんですけど。うん、まあ、雑音っていうい。じゃあ、読み上げましょうか、足立さんのその。いやいや、あの、 それ以上のような雑音 <laughs> 議論の焦点から除外してとにかくね自民党議がおっしゃってた4600万円増額問題は以下省略これ以上切り込めない楠田新一郎さんが取り上げられてた厚労省の通知もこういった規定以上のような雑音はっておっしゃってますよねそう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 でその雑音っていうのは川松さんのことを指してるんですよね川松さんのことじゃなくて川松さんが指摘したことね あじまあ今でもそう思ってるんだけどなるほどじゃあ僕は未だにそこについては怒ってますよ頭に血が上ったのは悪いと思ってますけどうんえっとだって僕,僕はあの多分ご存知ないんでしょうけど、うん、川松さんと連携して頑張っていきますって自分の動画で発表してるぐらい川松さんと連携してるんですよ、うん、でそんなまあ連携って言っても仲間ではなくてあくまで組んでるだけなんですけど そんな川松さんのことについてバカにされたら僕が怒るのは当たり前じゃないですかせ、うん、やけどねいや怒ってるんですよ。い<や>僕は川松ささんんをバカににれたことについてて怒ってるんですよでんのその怒りすぎて頭に血が昇ってカッとなってしまったことは謝りたいと思っててさっき謝ったんですけど、うん、じゃあなぜなぜ私がなぜじゃなくてじゃ川松さんには謝っていただけないんですか なぜ私が川松さんをやるか、えっと、謝らない、謝らない、謝らない,らないっていうのは、その僕、言い過ぎだと思うんですけど、頑張ってる川松さんに。うん、言い過ぎとていうか、まあ、政治家同士だからね。政治家同士っていうのは、頭も下げれないんですかいや、下げれないとか、そういう問題じゃなくて。謝れない,んですかいや、謝ってもいいんだけど。まじゃあ、謝ってくださいよ。僕、川松さんと組んでるんですよ。組んでる人がけなされたっていうのは、僕からしたら、あんまり許せることではないんですよ。 まあなあただその4,600万の指摘があの,ー、えあのだからそれは焦点からちょっとずれてるよねとかいう言い方なら分かるんですけど雑音っていう言い方はちょっとよくないと思うんで<の>じゃあ、まあ、雑音って言ったことについてだけでいいんだ謝って頂いて。じゃ表現が過激であったことはお詫びします。ささんに川さんんににもちろん それから視聴者、視聴者というかそ見ていただいている皆さんが不快に思ったと思うんであので、それはあのお詫びをします。はい、ありがとうございます。はい、なんで、僕もそのことでちょっと頭に血が上りすぎたことは謝ります。で、それ以外のことについては僕は怒ってなくてですね、うん、でどちらかというと、多分視聴者の皆さんが気にしているのは、じゃあコラボ問題っていうのは、うん 多分ですよ多分僕の予想ですけど、うん、視聴者今来てる1万2000人ぐらいの人が気にしてるのは、うん、コラボ問題っていうのは、うん、コラボのずさんな会計というよりは、うん、こういった NPO 団体とか一般社団法人という皮をかぶった中身はその政治活動をしたり全然そのなんていうんですかね社会的な弱者を助けたりしてないような人たち、うん、AV 新法を作ったりそれで表現を燃やしたり。 その、うざきちゃんを燃やしたり、えー、っと、あと、温泉娘を燃やしたり、ああ、なんか、学会かなんかの表紙を燃やしたりしてきたような人たちに、この抗菌ってのが大量に流れ込んでて、で、それは赤い羽募金からも流れてると。こういった問題、うん、その、なんていうんですかね、会計がずさんですらなく、どちらかというと、その、 目的が全然違うことに使うようなしし悪,し悪しきグループに作金が流れてるんじゃないかっていう問題をそうそう国民のみんなは気にしてるんだと思うんですよ。僕も同感やねいやじゃあ全然そのコラボなんていうちっちゃい問題って話ではなくて僕たちも当然そこは WBPC と僕が呼んでてさっき僕も説明させていただいた その若草、ボンド、パップス、コラボっていう、おそらく AV 新報を立ち上げた中であれば、足立さん、その有識者会議の名称そうそうですよね。この4団体に、うん、いろんなところからいろんな仕組みでが流れまくってると、そ<う>で果たしてこの公金の流れてることは正しいことなのかと。うん、赤いハボ菌から えと4団体合計7500万ぐらいでしたかね。うん、とかその東京都から年間2億円ですよ、この4団体に。うんうん、これが毎年のように今後も流れる、ま,またその若年女性支援事業、困難女性支援進歩っという法律も作って、こういった公金の流れる筋が、うん、この4団体を基準として、この4団体の にに沿った団体にだけお金ががどどんどん流れれるよよううな仕組みが生まれようとしていると。うん、で当然その足立さんのおっしゃるようおっしゃって最初おっしゃってたような、うん、背景がずさんだという問題ではなく僕も川松さんもこの4団体が計画している、うん、この村木敦子っていう人がおそらく裏でい絵を描いていると僕が踏んでいるこの公金をいろんなところから吸い上げる仕組みというものをなんとかしたいというのが。うんうん 僕たちの願いでありでそこにもし足立さんからその政治活動というア,アプローチができるのであれば僕は全然それはできなかったのでぜひお願いしたい、うん、でそのことについてそのさっき言ってた東京都の議会との録音であるとかもしくは政治活動に関して東京都庁とやり取りしたメールであるとか電話の録音であるとかそういったものを提供することならできますけど。うん、あの あれあれ<や>ちょっと宮崎さん待って。あの、ひまさんありがとうございます。あの、私も全く同じ感覚で、まあ、僕は言い方悪いんで、いつもあの、僕の言い方はちょっと、まずそう、全体として謝る、謝るというか、いつも謝ってばっかりなんですけど、ただ、あの、認識は一緒で、こうずさんさをか、ずさんさっていう観点で言うと、 いやいや、ちょっとずさんでした、直しますって言って終わっちゃうわけですね。でも、おそらく皆さんが、このコラボ問題とか、若年被害女性と新事業で持ってる違和感の最大のポイントっていうのは、その、そうした関係団体が、極めて政治的な、あの、政治的な存在でありながら、それを、その、なんちゅうかなあ、えー、その、まあ、放かむりしながら、たくさんの税金を食べてると。 いうことに違和感があるのであれば、まさにその政治との関係というか、政治性みたいなものをどう処理するかっていうのが、まさに私があの、ずまあ今日ずっと申し上げた。まあ、その物事の本質っていうところなんですね。で、今まで、あの、様々な方がネット上で指摘されている。えー、エビデンスとかファクトって、全部ずさんさんにかかるものなんですよ。い,いえ。いやいや、あのね、村木さんがどうとかいろいろ言うけど。 そ,のそれって、なんちゅうかな、僕から言うと、うんどこまで言ってもそれはあの、ある種の人たちからすると陰謀論と片付けられかねないぐらいの、まあ、ある種のなんちゅうかなその、推測みたいな話なんですよね。 すごい僕が多分足立さんと今認識がずれてる点があると思う点について整理したいんですけどよろしいですか僕は足立さんと組んだりもしないし川、うん、松さんとも組んだりはしないんですよ。あくまで連携で必要な情報だけを渡してそれぞれ自分のやれることをやろうっていうのが僕のやり方なんですね。うん、その誰かと組んだり、うん、誰かの意向に従ったりではないんですね。うん、僕は1人で 戦うんですよ自分がややれるることをやるとを、はい、それは川松さんに対しては連携って言葉を使ったのはあくまで情報交換とかあとやってることをお互い応援し合ってそのリツイートとかね動画で扱ったりしてお互いにその相手を助けはするけれどもあくまでそれはその信長の野望で言うとね うん、田家と徳川家みたいな同盟関係ではあっても何らその交わるものではないっていうのが僕のやり方なんですね。<laughs> うん、ですから、足立さんに関しても僕は全くそのガッツリ組むつもりは全くなくてですね。うん、で、足立さんが政治でこういうふうに戦えるんだっていうんだったらぜひともやっていただきたいけど、うん、まあ、かといって僕は自分がやってることを曲げるつもりもないんですよ。うん、なので、足立さんがなんかそこは違うんじゃないって言っても僕は僕が。 これをやるんだって決めたまたそのためにカンパをいろんな人にしていただいて今もう7500万も集まってるんですよいやすごいと思うなじゃあ僕はそのために集めたからにはやらなきゃいけないじゃないですか、うん、おっしゃる通りだねだから僕はやることを絶対やるのでそれがずれてると仮に足立さんが思っても僕はその点でやらなきゃいけないんですよだからそれ,それはだから足立さんはぜひとも足立さんが有効だと思うことを 私さんがそのために僕が提供できる情報っていうのはもちろん提供するんですけど間違ってるとかいう話をされても僕は曲がるつもりはないんですよ。うん、あの分かりましたまずあのあの大きくね今日議論になったテーマ大きくずさんさ問題と政治,政治問題政治活動問題って、まあ、大きく2つに分けると私がなんかずさんさはどうでもいいみたいに たことがなんかそう揶揄し,し,したみたいなことについてはあのそれだけのコストをかけてやってらっしゃる方々にあのまずお詫びしますそれはちょっと確かに言い過ぎたかもしれないでただ加えて何て言いますかねそうずさんさを超えたもっと深刻な問題は今空田さんも今言ってくれたように政治性みたいなところとオーバーラップしてる部分ねでここに切り込む まあ,ある種の,在あの,あの知恵っていうかあの一つの戦い方みたいなことについて、えー、アイデアを持ってるのは多分あの、まあ、少なくとも国会議員の中ではあの表で発言してるのは僕だと思うので、えー、だって<の>で,でもですね僕そもそも一通り思ったことやったら僕みたいな一市民には何もできなかったんですだからぜひとも国会議員の足立さんにやっていただきたいけど作戦はだって僕は住民訴訟で戦うわけですから。 うん、だから、特にこの問題は、政治資金規法。僕、ただの一般、一般人男性なんで、僕になんか期待あんまされても、うん、ああ、ごめんごめん。だから、それは、あの、私が、私の問題意識の中で、あの、もちろん、有権者とコミュニケーションを取りながら、あの、この問題は大事な問題だ。要は、繰り返しになるけど、政治資金規正法における、その、そうした非営利法人の、 活動政治活動の扱い、この問題はあの私、今それを指摘しているのは私だけだし、私はこれが一つの本質の一つだと思うので、まあまあ、あのやっていくということなんで、またあのいろいろ情報、あのえー、いろいろこうコミュニケーションをまた取らせていただいたらありがたいなと僕あの、今日は今、すごく忙しくてですね。 あの実は裁判も20件以上やろうとしてて、<ー>裁判20件ってやったことあります同時に。ないない。裁判やったことあります ?1 件でも。裁判はやったことあるけどいや。じゃあ1件やりゃ分かりますよね。20件同時にやったらどれぐらい大変か。いや、大変だったんですよ。1件でも大変でしたから。あまあ、僕、最高裁やりましたけど、マウント取るつもりないんですけど、うん、今、すんごい忙しいんで、で<も>とりあえず DM で秘書の方からいただけると、うん 本件はもう、僕、直接やってるのであ。そうですか、直接でも構いませんけど、いや、秘書の人かわ、かまわせてる人もいるんで、あの人、うん、の方が、どっちかというと国会議員の人は忙しいのかなと。じゃあ、あの僕、やっとうでいただければ、政治活動に必要そうな情報を30分ぐらい使えば、うん、多分まとめられるんで、まとめて送るぐらいはできますと。うん、ただそれ以降は その僕は応援,応援したくなった人は応援するし、連携するべきだなと思った人とは連携しますけど、とりあえずはその自分一人で動いてる人じゃないと、僕はその連携もしたいとは思えないので、ぜひ、うん、ともその足立さんが思う動けるってところで何ができるのかをその一般人の一人である僕に見せてほしいなって思います。 あの僕にできるのって警察署に行って一市民として申し出をしたり都庁に行って一,市民一都民として住民監査請求したりしかできないんですよ。政治家が僕何できるかもあんま知らなくてですね政治家になったことないんで、うん、だから<の>その政治家でできることがあるっていうんだったらぜひともで別にそれは僕に連絡しなくてもいいからいやそれはしてくれとも言ってないしねぜひともどんどんやっていただいてでうん、うん、そしたら多分動きが僕にも見えてきたら 良ああかったなと思うんですけど、少なくとも政治活動については、うん、さっきも言ったりそり、そのうん、僕っていう政治家でもない一市,市民が動いた限りでは、もう県もほろろだったわけですよ。そうなんですよ。うん、いや、政治家ならやっぱ分かるんですね、一市,市民なんかが動いてもどうにもならないってことが。この問題は、いどどうぞどうぞ、うん、あいや、市民オンブズマンってのにも行ってみたんですけど、あれ、共産党系でしたね。 うん、あの共産党系の訴えるのは利益相反だって言って断られましたね。とかいろいろ僕も僕なりに自市民として調べてやった上でもうここしかないって戦ってたとこだったんでやっぱそれを雑音とか言われたらすごい腹が立っちゃってそれは申し訳ないと思ってますよ。うん、で政治活動はやっぱ僕何もできないんで、うん、ぜひお願いしますよ。分かりました。 ありがとうございます。私もでもいろいろ。今日あのますというかかいいもしれなけど一旦ります。すみません。島空さん、ありがとうございました。すごいご有意義な時間を。あ、今ね、あ、島空さん、ありがとうございました。あ、はい。何ですかアイ国にって誰ですかアイ国議員です。よろしくお願いします。このこの人はどういう方なんですかいや、知らん。今ね、リクエストがランのあった方が。申し訳ないです。すいません。なんか上がっちゃった。ちょっと、ちょっと聞いて。 リクエストがあった方は全員あげました。はい、だから、あのあののちょっと切,切っちゃうかもしれないけど、もし、あっ、そ晟さん、一応、じゃあ、いこれでありがとうございましたいはい。なんであの、政治活動について、僕が持ってるのは、さっきもお話ししたりそり、その政治活動は、ここ定款に書いてないからだめなんだと。うん、定款に書いてないから政治活動とは、東京都庁としては見なさないんだと。でまた公職選挙法についても警察本庁 警察庁本庁だったかな警視庁ちょっと僕詳しくないんですけど、まああの、近くの警察署行ってね、あと事件現場である赤羽署も行ってねで、赤羽署の方からも本庁の方に尋ねてもらったら、公職選挙法はフォロワー7万人だとダメだみたいなすごい理屈を言われてね、もう本当に絶望してたんですよ。そっちの路線だと、警察すら消極的で動いてくれないんだなって。だから、もしその足立さんという国会議員の方が、 まあその衆議院議員のね名前はもう知れなくていいって分かったんで、ぜひともその政治活動、本当にあ、あ例えばそのコラボがね、どんなに政治活動をしたかっていうのは、僕、1回、都庁に出した、まだ公開してない、その1回目のはねられた住民監査請求の資料とかあるんですよ。 うん、あの政治活動こんなにしてますって、僕が頑張ってまとめたやつ、うん、そういうのをぜひあのお渡ししたいと思ってたんですよ、動ける政治家の人に忘れてましたけどね、政治活動のこと、でも足立さんがそれを取り上げてくださったことで、政治活動のことを思い出せたんで、で政治活動の資料は昔まとめたもの、そのまま残ってますから、それをお渡しするんで、ぜひ動いていただきたいですよ。 ありがとうございます。あの、どこまでできるか分からないので、ちょっと努力します。いや、ぜひもうできるところまでやっていただきたいですよね、はい。はい、はい、はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。すごい、なんか、と、最初は、あの、声荒げちゃって、すいません。こちらこそです。こちらこそです。大変失礼しました。はい、ありがとうございました。じゃあ、これ、どうやって降りのるの降りる降ろしましょうか。一回、じゃあ、スピーカーから削除しますね。あああはい、それでお願いします。 えっと、愛国さんのちょっと短めにご意見あります？はい、一応、ひまぞらさんとそのコラボの、えー、問題についてちょっと言及していただいて、うん、自分もそれで、えー、と内部情報とかいろいろしたんですけど、やっぱり、ねうん、誰かがそういうふ、えー、うに言わないと、わからない情報っていうのはいっぱい多いじゃないですか、うん、SNS 時代で。なので、まあ、足立さん含め、 まあひ、ひまざわさんもそうですけど、まあ、こうやって、こう、スペースの機会でね、ええー、やっぱそういうふうに、まあ、話し合ってね、まあ、ちゃんと向き合って、こう、お互い話し合うのはいいことだなっていう、まあ、率直なちょっと個人的な、ことで申し訳ないんですけど、ちょっと意見を言いたくて上がらせてもらいました。ええー、ありがとうございます。いえいえすまたい、またいろ、はいろご指導いすいません、ありがとうございます。ちょっとリスナーに戻ございます。すいません、失礼します。お疲れ様です。ひまざる、ひまざるさん。 あ、いいですかすいません。どうぞ。僕、あの、安さんの説明でちょっとね、引っかかってたところが、その、ずさんっていう言葉使われてましたけど、ずさんあの。どっからどこまでのずさんさをのことを言ってんのか、いまいちわかんなくてですね。どういうことあの、例えば、まあ、あのー、まあ、会計そのものは、ま、かなりずさんなのは、まあ、多分みんな知ってるんですけど、例えば、あのー、じゃあ、 赤い羽の話ありましたよね。赤い羽も、うん、あの、確かいろいろこう、なんていうんですかその規約におそらく反してるであろうっていうふうな、まあ裁判みたいなことが今できてないから、まあ暇空さんもそこを訴える気はないみたいなんで、まあ結局のところどうなるのかわかんないんえな誰。誰が何の規約に反してるのあの、赤い羽の側が、うん。その、募金をう渡すところの規約っていうのがあるんですよ。 うん、はい。あの、そ他のところから寄付受けてないとか。うん、そういうところの。はい,は,いはい、まあいいや。うん。そういうところのと、含めてずさんと言っているのか。うん、まあまあ、そういうことも含めてかな。あの、あのいや、とにかくそういう、その、ルールルールとか、いや、本来、要は、まあ、人、僕はよく言うんだけど、はい。 あの見せるべきものはちゃんと見せて、はい、要は透明にする、見える化する。で、その中身がちゃんとルールにのっとって、はい、ジャスティスですよね、公正さが確保されている。で、それはルール,ルール自体、法律自体が悪い場合もあれば、はい、その最速っていうか、そういうあの実施要領みたいなものに不備があるケースもあれば、はい、ルールは正しいんだけど、 はい、真面目にそれがエンフォースっていうんだけど、執行されていないケースとか、ずさんさっていうのは本当に、あの、えーえー、行政万般にわたってあるので、はいえー、それ全体のことを言ってるんだよね、私は。なるほど、やっぱり、ああ、なるほど、それだと話がつながるんですけど、多分ひまぞらさんはそこを若干勘違いされて。いやいや、課税されてないんですよ、うん、それは。あまあ、人生生、ありがとうございます。あの、はい KT さん、どうですか ?KT さん、いいですか大丈夫ですかはい、はい、あ<の>あすみません。よろしくお願いします。あの、皆さん、うん 1> あの、1時ぐらいには終わりたいと思うんで、はいます。 まあ、暇空さんが、ね、こういう問題を取り上げていただいて本当にありがたいなと我々の知らないところで公金がこうやって無駄に使われているということがよく分かりました非常に私もこれを注視しております、はいえー、そして、はい、ほとんどの政治家やメディアが無視している中で、えー、無視してるよ、ね、足立さんがこうやって立ち上がっていただいたことにもまあ感謝はしているんですがどうもやはり左派やそういったところに切り込む とところになると皆さん、やっぱお呼び腰、メディアも議員もお呼び腰になるのって、これ、やっぱりどういう恐怖を持ってそうそ、そういう行動になってしまうのかなと思っていや、僕、これはね、うんあの、単なるずさん問題、うん、ずさんさだと思ってるから、うんあの、行政マターだと思ってると思うんだよね、みんな。はい 政治家は、へーへーいや僕何人か与野党の政治家とこの件ちょっとどう思うって言って聞いたんだけど、はい、みんな大した問題じゃないよっていう人がほとんどなんですよね。あうんま、だからなんかあの、はい、あのいやよくちまたちまたじゃなくてそのよく皆さん皆さんちまたって怒られるなそのよく世間ではねその何かビビってんじゃねえかっていうような。はい あ,のあるいはその厚生労働大臣が BS の番組で手が震えてたとかね、はい、あのまあそういう議論があるけど、はい、まあ私の感覚いろんな人れ永、えー、田町で感じている感覚としてはみんなこれは大した問題じゃないと本気で思ってる人がほとんどあなんで、ね、あの国民はですね。やはりあの税金を納めてて やはり税金が無駄に使われるっていうことにものすごくやっぱり不満を感じている中で、えーうん、やっぱそこに対する、まあ、ル,ルサンチマンかもしれないですけども、そういうところに対する怒りというものもやっぱりあって、ですねやっぱり議員の方にはそういったあの不正な公金使用については、しっかりと調べて、しっかりと調べていただきたいなっていうのが、やっぱり国民としての意見でございます、はいうん、あ,のありがとうございます。はい、それあの 是非、えっと、ということなんだけど、えー、えっとちょっと一応一言ですりあ,あのあれするとね、はい、そのずっとそれは問題だと言われてきてるわけですよ。はい、会計検査院もあれば、えーえー、衆議院参議院の決算行政委員会とかいう、はい、そういうお金のなんかあの不当な使われ方みたいなものを、はい その取りしあのちゃんとこうチェックしていくっていう場もいっぱいあるわけですよね。へーへーだから何ちゅうかな、その抽象的に言うとそれはもうみんな普段からやってますっていうことになっちゃうわけですね。はい、じゃあ今回のこれだけあの皆さんが注目されているのはまあ何てゅうかな、だからそのずさんさという切り口だけでいくと。 政治的なエネルギーは多分出てこないっていうかあの至るところにずさんさがあるもんですからあのそれをどうやってそのあの皆様の熱量みたいなものがうまく出口につながっていくかなって考えたときに私の結論一つの見立てはずさんさではなくて政治活動の方にこそ本質的な 課題題があるとということで今日のお題もねもうひどい書き方だと思うけど本質を外しまくってるネット情報のレベルの低さってこう書くわけですよ。えー、でこう書くと失礼な言い方なんだけど、はい、こう書くことによってまあみんな怒ってくれるわけですよ。えー、怒るっていうことは関心持ってくれるので、えー、あの僕はだから自分のフォロワーの数が減ったり。はい いろんな人から、まあ、もう投票しないと言われても、はい、その私の今日言ってるような発言を、一人でも多くの方に聞いていただくことに価値があると、はい、こう思って票が減っても、メッセージを伝えたいと思ってやってるとなので、えー、ちょっとご理解いただければね、はい。ありがとうございます。すみません、まだ喋りたいんですけど、他の方も待ってらっしゃいますので、すみません、ここで失礼しまますすあありりががととううごござざいいます。あ また、えっと、誰から、またけんさんどうですか。あ、切ります。あ、どうも、すいません、こんばんは。すみません、どうも。えっとですね、私はちょっとツイッターで今、結構、あ足立先生に対して失礼なツイートもたくさん。しながら、聞いてたんですけど。で、えー、もう慣れてるんで、どうもすいませんね。えっと、その、なんて言いますか、あの。東京都、さ、初めの方のね、あの、議論の中で、うん、ひもすらさんとの議論の中で。東京都。 だけのっていう言い方がちょっとあって、そこは違うって僕は言いたかったんですよ。でっていうのは、東京都だけの予算じゃないじゃないですか。これ国の予算国半分と東京都半分。確か50%、50%。ね、根っこは国だと思いますね。で,で、50%、50%の事業、委託事業じゃないですか。ということは、国の税金が入ってるってことで、東京都 だけの話じゃなくて全国民が騒ぐような問題じゃないって言ったことに僕はちょっとイラっとしてツイートしてしまったんですよ。それは違うんじゃないかと、うん、だって税金が半分入ってるんだれば全国民から徴収される税金しかも今税金の話題ってすごくホットじゃないですかそれ岸田さんにしてもその防衛運々に関して増税するっていうお話がニュース巷で流れてる中で。 うん、かつその部分に関してその税金が不正に使われてるかもしれないっていう話の問題が国民がこんだけ騒ぐことかっていう言い方は僕はあんまり好きじゃなかったんで失礼なツイートを先ほどいや、まあ、あの失礼なツイートは全然していただけたらいたと思うんですけど少なくともずさんさが明らかになってるのは東京都の事業じゃないのうん、うん、はい、はい、でしょ、はい、だから東京都の東京京都都のの 補助金事業管理があまりにずさんではないかというのが今の少なくとも表に出てきてるテーマですね。でそれに対して私はこれは制度を作ったのは国なので,、はい、でこれよくあるんですよ。あの自民党あの日本の政府が作ってきた補助事業っていうのはね大体いいこうやって折半が多いわけですよ。もう何やる時も国と地方で半分半分とか民間と3分の1ずつとかね。はいはいはい で国に聞くといやこれ東京各都道府県がちゃんと見てくれてるはずだという、はいで都道府県は国が作った制度だという無責任体制になるんですね。はいはい、でこれ,これ融合型行政っていうんですけどこういうその複数のレイヤーの行政が共同で、あのー、その制度を動かす時に、はいえー あのダブルチェックになれば一番いいのに、はい、むしろあの誰も見てないみたいな、はい、無責任体制になるっていうのはもうしかも責任を押し付け合うって形ですよねそうそう、うん、でそれはもうねあの本当にこうごめんねそう私から言うともう見飽きたぐらいそういう意味でのってことですねだからそれが分からないうちのかなり早い段階で うん、こんなことに国民全国民が注目するのはおかしいみたいな言い方にちょっと僕はひまそらさんを応援している立場というか私はぜぜひ,ひであのこの問題を左か右かで分けたくはないわけですよ。私はぜぜひ,ひであのこの問題を左か右かで分けたくはないわけですよ。むしろ政治的な活動が問題だっていう部分に関しては左か右かの人が声を荒げてしまうのは。 致し方ないとは思うんですけどだから左髪三かに分けたくないからこそうん、うん、逆に足立さんとは逆にですよ足立さんはそのずさんさはあの見飽きた大した問題ではないって言われますけどかか僕は左髪三かに分けたくないからこそずさ、うんさっていうかそういう要するに後期要するにみんなから集めた税金が不正に使われてるっていう共通の問題点として暇空さんが。 一個ずつ段階を経て追求している姿に私はひまそらさんに対して信頼がおけるというか120%でケって思ってるんですよ。というわけでワさんが言ってくださったポイントは、はい、あの素晴らしいというかあのあの敬意を表します,あいますだからまさにその僕の違和感も一緒でんかネットをざーっと見てると。 そ,のそういうい左右の、ね、まずラベリングの分けで<の>お互いをディスり合うっていう状態のレベルの低さに関しては僕も足立先生がこの表題にされている情報のレベルの低さについてっていうところは僕はもう同意するんですけどうん、うん、だからこそ,その数字というその嘘のつかない部分での多分ひまずらさんも非常に頭のいい人なんでそこを。 つくことで、これは左右の問題ではないっていうところで突き進んでて、しかも住民関数請求が8年ぶりにあのいわゆる理由ありという形で通ったっていう結果を晴らしいだと思ってるんですよね、うん、素晴らしい<は>あの,素晴らしいあのコメントいただいたと思うんだけど、だから今日議論になったずさんさの部分はね、はい、はい、あのやっぱり。えー えー、その左右関係なくイデオロギー関係なくなさんにう処理していくべきだと僕も思います、ね、そうそうだからそれこそ淡々にあの淡々とっていうかずさんさっていうのはだから両サイドっていうか、うん、万般にわたって存在してるというのが僕のあれなのでだからこそそれを根本的に解決するために私はずっとマイナンバーとかね要は番号制度って何のためにあるかっていったら、はい、あの例えば 団体法人団体団体会社団体会社,会社とか団体とか全てに番号をつけて、はい、から個人事業者も全部番号をつけて、はい、で地方の補助金事業も全部事業ごとに番号をつけて、はい、で民間のそういう公の法律に基づく赤い羽なんかも全部あの番号をつけて。 あの一発ボタンを押したら当該団体がどのパブリックな事業を受けてるのかっていう一覧になるようにしとけばいいわけでしょ要は。うんはい、でその中身の数字も全部こうあの公開情報で見れるようにしとけばいいわけですよ要は。はいはい、だからそういう透明で公正なその行政、えーえーまあ、要は官民官民、うん 連携事業推進インフラみたいなものをね、はい、いやそれはだから別に事業だけじゃなくてもう全てなんですよであの不動産登記も番号をちゃんとして、うん、もう私は日本の経済社会全体に番号をつけたらいいと思ってるんだけど、うん、でそういうことを僕はもうずっと提案してきた人なんですよ、はい、だからずさんさを解決しようと思ったらそういうなんちゅうかな 制度インフラっていうものを整えていく以外に、あとはもう個別撃破になるので、これもう対の力になるわけですよ。で、それが1点。で、もう1点は、あの、綿玄さんはそこはイデオロギー的になるから良くないという左右の問題はね。でもやっぱりどう考えても、私の感覚では、いわゆる左極差。あ、いや、もちろん入ってます。もちろん入ってます。極差の人たちが比較的、うん その社会的にただ労働運動とか、うん、労働組合運動とかあるいはそういう社会貢献みたいなことをカモ,カモフラージュしながら、うん、実は相当政治的な活動をしてるんじゃないかという問題を私はずっとやってきたので、うん、あなるほど。 あの必要に訴えてることをかなり一致しますねだから最終的に、うん、あの足立さんとまさんだから最終的には非常に折り合った形で最後終わられる、うん、と。ちゃんと話したら、うん、いや僕は悪いんだけど折り合える話だと思います、ね、うんな、うんね、だってみんな世の、はい、中をよくしたいと思ってるわけでしょ。そら、はい、さんも世の中をよくしたいと思ってると思う。 足立区も一応思ってると <laughs> で。で特に僕らは税金で飯食ってるわけだから、うん、24時間355日、はいえー、あの国民の皆様がおかしいと思うところをちゃんと、うん、あの直していくのが仕事だからね。うん、まあそういうことであの頑張りますんで。あっすいません失礼しましたなかなかと。はい。ありがとうございます。いますはいすいません。えっとティーちゃんさんはもうちょっとさっき喋っていただいたあの、えー、とこれなんていうの芝。 ぶえー、あ、すみません。たかと申します。すみません。せあ,あ、ありがとうございます。おばもはあのまあちょっとひまさロさんとの議論あのこれ何なのこのしばらくあ、おさんこれ野望です。あの気にしないでください。あ、野望かはい,はい、はい、あのえー、まああださんとまあひまさロさんの議論を聞いててちょっと二つ気になった点があってちょっとどういう見解なのかお伺いしたいなと思ったんですけどえっと一つがまあまあ一ヶ月か一ヶ月半にわたってまあ この問題って結構、まあ、ツイッター上では結構にぎわっていて、たびたびトレンドに上がるレベルで、えーとまあ、関心を持ってる人が多いと。で、えーとまあ、ツイッターがイコール世論ではないと,とは思うんですけど、まあ、これだけ関心を持ってる人がいるのにもかかわらず、そのいわゆる政治とかメディアのレベルでは、うん、まあこれは大した問題じゃないよねって認識されている、そのギャップってな,なんで生まれてるんだろう僕はねね<私>だからごめん何 何か政治的な、あるいは陰謀的な力学がそこに働いているというよりは、やっぱり、何、はいえー、ちゅうんかなあの、その程度の問題だと、はいあの、その程度の問題ではないという確証が得られないでいるんじゃないみんな。うん、要はメディアも政治家も、はい ちゃんと自分たちが注目して取り上げないといけない問題であるという確証が得られないでいるんだと僕は理解してるけどね、はいれ。例えばなんですけど、まあ、例えば森かけの問題とかもなか確証のある話ではずっとなかったのかなと思ってて。だからなぜ森かけはあれだけ盛り上がって、はいはい、今回の問題がまだ盛り上がらないかというと、はい、それはその,あのせ、要は、 公衆の問題、公衆っていうのは、はい、要は,盛は、盛りかけのときはいえー、野党がこれを取り上げたかったわけですよね。はいはい、で、この問題は本来取り上げるべきは自民党ですよ。はいはい、だってあの、指摘もあるように、この問題に注力してきたのは立憲民主党なんだから。はいはい そうであれば本来野党第一党と選挙で向き合う与党第一党自民党が本当はこの問題を追及せなあかんと思うね。はい、まあだから河間さんもやってるのかもしれないけどでも国会議員、与党の国会議員はぜこれ出てこないでしょ、はい、出てこないのはそれは政府与党は、はい、あの追求する側じゃないからなんですよ。ああ、なるほど。はい、でそれがおかしいんですよ、本当は。 だから僕は万年与党、はい、政府与党が万一強で万年与党化してて一、はいはい、憲とかが万年野党化してるからその偏ったイシューの取り上げられ方になるわけですよ。はいはい、あなるほど,あなるほどあすごく理解できましただから政治構造だと思うねそれはだからインボール論じゃないんですよ、はい、単なる55年体制なんですよ。ははい、はい、はい、なるほど、うん、と僕は思うけどね。 わかりましたでもう,もう一個お伺いしたいのが、これって、まあ、いわゆるその会計の問題と、えっと、政治活動の問題って、まあ、さっきひまそらさんと議論でまとまったと思うんですけど、はいはいまあ多分この問題にその意識を持っている多くの人たちは、多分やっぱ政治活動の問題が本質だっていうことは、多分思思ってるんだと思うんですねみたいだ,よ、ねはい、だけど、えっと、ひまそらさんはやっぱり一般市民。 稲沢さんはそこでチャレンジしてきて、やっぱり非常になかなかこう,うまくそこに、はい、切り込めなかったので、ちょっと脇に置いてきたんじゃないかな、多分あ、まあ、多分脇に置いてはないと思って,いて。脇に置いてないけど、攻めあぐねてきたんだよね、ちょっとね。そうあの結局、政治問題であるっていうことは、少なくともこの問題を,をウォッチしている人たちの中では結構共通にして、うん、えっと僕も要するにもう、それこそ去年の段階から、あ、これは、うん、えっと政治、 活動のところが本質であるというのは暇、うん、さらさんも訴えてきたんだけども、うん、結局政治もの問題になった時に一般市民がそこに切り込む手段が多分提供されてないから仕方がなく会計の問題だけ落ち着いてるっていう状況にあるな、ね、手段がないというよりは、はい、政治問題をちゃんと問題としてこうんち言うかな整理問題としてこう。 まさにエビデンスって僕が言ったファクトとかそういうレベルでそれをこう立論しようとする努力がやっぱり暇空さんは努力されてきたっていうのを今日教えていただいたけどやっぱりそこはそういうそのスキルが足りないんじゃないかなやっぱりね。はいはい、そうあで,そうでもスキルが足りないは、はい、えとスキルの問題なのか、うん、立場の問題なのか、うん、えとあると思うんですけど、まあ、例えば、えーとそのまあ、議員会館会議室の利用 の開示が結局できない問題だったりとか、結局、うんまあ、手段がま閉ざされていて、うん、多分そうそう探ってはいるけど、見つけられないっていう状況なんだと思うんですね。そうやね。そう,、ね、そうで、で、えー、っとっていう状況を踏まえて、うん、まあちょっとなんかご批判めいたことを言うのはちょっと申し訳ないんですが、うん、あのー、本質的ではないっていうのは、まあ言ってる。新井さんが言ってる意図はわかるものの、うん、えっと、本質切り込みたいけど、切り込む手段がそもそもその窓口が提供されてない。 状況でえっ、ー、と悩んでいる人に対して言うとかではないかなとはちょっと思ったりはしたんですよね。うん、だから僕はいつもこういう言い方するのよ。はい。はい、だってあの何、ー、ちゅうの普通に喋ってても誰も見てくれへんや。はい。僕はこうやってこうなじるからみんなこうこらあだちっ,って来てくれるわけでしょ。はい。うん。だからまあ一つのやり方なんですよ政治家としてのね。うん。 あそれはまあ要するにまあ,たしある程度まあ相手を怒らせたとしてもまあ傷つけたとしてもそれは足立さんは覚悟の上でまあそういう信念のことをやってらっしゃるっていうことを、ねうん、だから単に単に相手を傷つけてるだけじゃなくて一つのメッセージはがあるわけですよ。はい、要はずさんさ問題よりも政治問題の方が本質ではないかっていう,こう、はい。 問題提起をすることによって、はい、もちろんそのずさんさんに取り組んでいらっしゃる方々からしたらそれは何言ってんだボケっていうことになるんだけどいやうんとそ,そこがなんか多分ずっと平行線になってるなっていうのを感じていてさっきも言った通り、うん、これは政治の問題だ政治活動の問題だっていうことは。 見ている人たちは情報を追っている人たちは多分結構な割合で認識してると思っていて結局それがさっきらさんがずっと主張してた僕の動画を見てくださいって言ってたことなんだと思うんですよね、うんうん、そこでこれは会計の問題じゃなくて政治の問題なんだっていうことを、まあ、要はずっと訴えてるからそれを言ってるのであって、うん、でそれを本質的じゃないって言われたらまあそれはまあ怒る,るだろうなというか、うん、だからそれはまあ今日ごめんねっていう話を申し上げる。はいはいはい ただ、まあ、何て言うの政治って何て言うかな <laughs> 結局上品に話してるとね、はい、誰も振り向いてくれないんですよ。はいうん まあ一つのやり方としてごめんねっていうことで。はいうことは、これはあくまで要するに政治の問題であるっていうことは、まあでも、安倍さんもご認識いたされてるってことですもんね、これ、もちろんもちろん。解ししまたただ、その政,治の政治活動の問題だというふうに整理した上で、それをどう料理するかっていうのは、本当に難しいテーマで,、はい、で、僕はそれは政治金規正法に手がかりがあるということを、はい。 まあ、あの、確信してるんだけど、はい、それもまあ、難度高いけどね。はい、うん。まあ、あの、またやっていきます。はい。了解しました。ありがとうございました。ご丁寧にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。えっと、だいぶ、なんかリクエストたくさんいただいてるんだけど、どうしよう。みんなもう、えっ、ー、と、じゃあ、今リクエストいただいてる方、全員あげるから。 あのそこまでに出して、はい、でちょっと簡潔めに、ワタさんもいいでしょうタケさんもいい一回降りてもらうよ。えっと、そらいろさん、いつも。はい、もしもし。どうもどうも。どうも、こんばんは。あの、さんと足立さん、ありがとうございました。で、自分、今思ったのが、うんまあ、足立さんが政治活動と寄付金規制、一般社団法人も NPO も、まあ、それが問題だって言ってるのは、あの一般人。 何もでできないの、えー、政治資金規正法ですかね総務省とか、うんうん、なのでひまさらさんがそのしたる活動じゃないって東京都からあの定会に書いてあるからて定会に書いてないから主たる活動じゃないって言われてしまったっていうのがあったのでその辺の問題の整理はちょっとあの一般人にはオーバーワークなのでぜひ足立さん 政治資金規正法、一番多分詳しい国会議員じゃないかなとは思うので、ぜひあのお願いしたいです。これね、はい、一言だけちょっと触りだけ申し上げていくとね、はい、定款に書いてあったら、それはその団体の目的なんですね。定款に書いてあるということはその団体の目的じゃないですか。そうで,す、ねはい、で、その、政治資金規正法の3条を見ていただくと、 3条の1項の1号に、一号と2号は本来の目的って書いてあるので、その定款の問題っていうのはね、その3号の1号、2号だと思うんですよね。3条の。そうですよね。で、ところが3号にしたる活動っていうのが出てくるんですよ。だから、あの、定款に書いてなくても、しかしながら定款に書いてないと、そだから、もしかしたらこういう逃げ道があるのかもしれない。その 定に書いいてないから、そこでそのやられた政治活動はその当該団体の活動ではないすなわち別の団体要は、うん、当該団体に旗から見たら見えるんだけどあの実は別の任意団体というか別の、うん、その政治あの政治団体として。 えやってるのであるっていうことになるのも、でもそうだったら、そっちはそっちで政治団体登録しなかったら、やっぱりおかしいよね。ねうん、だからやっぱりね、ねこれはあの、たぶん逃げきれないと思うんですよ、彼女たちもね。だから僕はこの政治金規制法の給付金規制とかの対象になってくるというのが、僕のやっぱり法解釈なので。 ま、それを詰めていくことになるんじゃないかなっていうのが今日のところですね。そうですね。はい。うん、ぜひよろしくお願いします。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。えっ、ー、とですね。えー、次、誰がいいですか、えー、誰でもいいよ。SGKZ さん。はじめまして、あさし先生。どうもです。ありがとうございます。 いろいろ勉強させていただきました。ありがとうございました。<え> <laughs> あの、私は、ひまそらさんのアカウントずっと追っていて、うん、えっと、まあ、コラボ問題、若草問題、その、女性若年、なんちゃらかんちゃら、うん、理見とは、ちょっとずれるんですけど、うん、えっと、うん、共同親権の方で、では、自分の子供を連れ去られちゃったな、 当事者の人間なんで,す、ねうん、でえっ、ー、とこれ全然別の問題かなと思ってずーっと思ってたんですけど、うん、えっとひまそらさんのえっ、ー、とあの訴訟に出てきた「セブンナイツ」の神原先生あと太田恵子先生っていう方々が、うん、えっと要は今あの今 国際的に問題になってます。あの、ハーグ条約のこの連れ去り問題の、うん、えっと、ビンセント・フィッシューさんっていうフランスの当事者の方ですね。の奥様の対弁護団として出てきたんですよね。この11月に。うんはい、で、私、それって全然別のものかなって思ってたんですが、よくよく見てみると、 えーっと、うん、要は、家族の解体みたいなものの思想と、えー、っと、そのコラボに携わってる弁護士の方々の思想。共産思想ですね。うん。まあ、わかるけど、その手の話って、それをこう,、うんこうあ、あ、あげつらうっていうか、取り上げてどうするのいや、そ<れ>げつらうというか、そこに、うん、要は、 そ,それぞれの利権があるわけですよ。えっ、ー、と、<や>今更さんの弱者の、えっと、その、なんだろう、例えばし新宿とかで、えっ、ー、と、10代の女の子が家出してきて、うん、そこに、えっ、ー、と、福祉があるよって言って、<権>えっと。でもそういうのを利権と言ったらいい、 世の中般やいでそうなんですけどただそのなんていうんですかね、うん、その本来であれば家出してきた女の子たちを保護してお父さんお母さんに連絡を取って、うん、今日はうちに一泊泊めるけど、うんあのー、でもお父さんとお母さんと話し合ってねとか分かんないですよ自走に行くとか、うん、っていうのが本来であるべきなのにえっ、ー、とー 議員さん元議員さんがいやそういう福祉があるよとで、えっと、生活保護につなげられるよみたいなことをコラボがやってたりすするわけですようどうして言ったらいいかな,それないやどうして言ったらいいかなというかいやだからそこははっきり言ってしまえばあこれ私の見立てですけど、うん、あの共産主義思想が本当に入り込みすぎてて。うん あの各所で日本の家族っていうのを解体しようとしてると思ってます、私は個人的に。うんうん、で、それが一つはコラボであり、若草であり、ボンドであり、パップスであり、うんうん、えっと、他方、えーと、神経問題で言うとシングルマザーズフォーラムであり、まあそれはだから、 それだから政治思想と政治思想の戦いだからね。でもね、み皆さん繋がってるんですよ、その多くの人たち。っていうのは、で、で<や>出てくる弁護士さんたちが一緒っておかしくないですかいや、おかしくないでしょだって、そういうもんでしょいや、で、じゃ、もんっていうのはどういうもんです出てくる、<や>出てくる弁護士さんたちが一緒って、日本にだって、弁護士だって何十万人といらっしゃるわけじゃないですか。 なんで出てくる人が一緒なんですかどっちの問題に対しても。あかんのそれ。あかんでしょだって、おかしくないですかだって、そんなに、例えば、えーと、先ほど私申し上げたビンセント・フィッシャーさんの問題っていうのは、国際的な子どもの集奪に関わる国際法違反を日本はずっとしてるわけですよ。で。えちょっと待っていろんな論点があるんだけど。 いろんな論点があるんだけど、えー、だから、それは、その何、何あの、国際法。そう、あの、ハーグ条約っていう、えっと、国をまたいだ、この集奪ですよ。よ自分の子供を連れ去ったり、なんだ,何だったりするっていう条約を日本は批准してるにもかかわらず、えー、違反をしてますよねっていうところに出てきた弁護士さんの一人と、 その会場にもう一人いた一人が、えー、とコラボさんのひまさらさんを、えー、と議員会館なぜ議員会館でやれたのかわかんないんですけどそこでい訴えてきたセブンナイツと言われる弁護団のお二人なんですよ。だからいや分かったよそれそれそれ,それをじゃあど,どうするいや、っていうのはだからそこから導いていくと。うんうん そこに利権構造があるわけですよね。うんまあねあ。認めましたね、今ね。利権構造があると。いや、利権構造って、世の中は全て利権構造。そう。で、あれば、それは、例えばまあ、暇、うん、さんがずっとおっしゃってるのは、結局、彼らがや村木敦子さんも含めて、やろうとしてる2024年以降、うん、各自治体に、えっ、ー、と、若年なんたらかんたら、うんたらかんたらで、 自分ちょっと SDSGKZ さんあのご意見はあのたまったけどちょっと今話すことではないかもしれないですね <laughs>、うん、ち,ょちょっとあのいや全く関係ないわけじゃないんだけどいで,でもねあのせぼぼ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 、ねうん、のぼうぼぼ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  とかその,その問題だっていう言い方は、それは否定しないけど、僕は、実は、あのそれあんまり乗らないんですよ、その話は、ね。いや、だって命を奪われますから、危ないですよね。いやいや、まあ、怖いからじゃないですいや、怖い、絶対怖いですよね。<の>暇さらさんが、今、まあまあ、めちゃめちゃ怖がりながらもやってくださってることって、うん、国防案件ですよ、うんうん、んこれ。ひ言いい、ちょっと、はい、まあまあ、失礼しました。はい 失礼しました。先生、ありがとうございました。じゃあ、フランスさん、どうも。あ、すみません。お疲れ様です。なんかあの、まあ、今の話にも関連するかなと思うんですけれども、まあ、要は、ちょっとその、足立フォロワー側の立場としてですね。あの、今日なんかあれ、僕、これ、やってますかいやいや、全然、よくわかりますで、いいよね、ですよ。要は、その、はたから見てると、まあ、森かけ側は、要は、 盛りかけと同じに見えるんで,すよ、ね、やっぱりでそのまあ誰々というなんか悪い人間がいてい<や>誰々という悪い団体がいてい、ね、今のままだと森かけ騒動の、うん、同,同じような展開になるのでえいやな,なったら残念だなと思って若干こう言ってるとちょ,ち,ょちょっとその、はい、お伝えそのリスナーひまそらさん側の方々にあのお伝えしたいとすれば 例えばその今の活動をみ、うん、こう見ていると、まあ、じゃあ、これ、コラボという団体が、例えばなんかこう、えー、裁判に負けて、あるいは潰れて、あの代表の女性の方が、なんかその社会的に失墜したら、そね、それこれでその社会がこう改善されたかと言われると、うん、まあ要は、森かけの時のあの、うん、えっと森友学園の,あの校長さんが収監されて、うん、じゃあ、これでよかったね、問題解決したねって言うと、おそらくそうじゃないだろうと。 で多分国会議員の足立さんが要はその本質というのはじゃどういうところに実際立法事実があるのかと要は法律の不備が今回の問題どこにあるのかとで法律はあって例えば会計上のルールがこうやってあってただその法律を違反した人物がいましたね団体がありましたねってなると、まあ、これはやっぱ行政側の話あんまり国会議員というよりは都がしっかりやるとか。まあ 自治体の,その議員さんがそれをしっかりかこう見るというのもまあ大事だと思うんですけど、基本的には行政側が、まあ、しっかり法律にのっとった活動をしてくださいねというふうにこう是正して、基本的には終わりと。だけど、そうじゃなくて、うん、じゃこの問題の背景に、いやいや、そもそも法律に不備があるのかどうか、あうん、そこが問題だと思うんですよね。で、おおそらく今の法ではカバーできない問題として、うん、足立さんが本質とおっしゃったのは、 今の法律上では、こういう政治活動をしている NPO 法人と,とか、そういったまあいろんな法人を、違法行為としては取り締まれないじゃないかと。あいやいやれは違法行為じゃもちろんない,ないからなんですけれども、ただ、仮に社会として、いや、これは規制,すべき規制すべきだろうとか、何らかそのこれを野放しするのはいけないだろうということが、国全体の合意形成は果たしてできるのか。だからそこが多分 議論になってたその700人の国会議員が興味がないというのは、要は、いや、これ別に、あのただ、なんか違法なことをした団体や人物がいたというだけの話だと、別に国会議員がなんかこう、国会で議論する話題では多分、ないということにな,なってしまうんですよね。だから、そこ、その本質的な問題、本質的な問題というか、要は、レイヤーが違うというだけだと思うんですけど、国会レベルで一体どういうその、 新たな新法なり法の改正なりが必要なのかっていうそ,のほそこを多分安達さん本質と言っててそれとは別に一つの団体のコラボあるいはハップスさんとかなんかいくつかあるところの個別の団体、うん、個別の事案としての,その悪質性みたいなのをどんどん追求していくのとは、まあ、全然こうレイヤーが違うから、うん、その話がかみ合わないというか,なんかいや俺はこんなに一生懸命こう調べて、うん、こ,うこんなにやってるのに、うん、なんでそれ興味ないんだって言われるといやそれでも一つの 事件一つの事案って、それは今までも,もう森掛も関西生子もいろんな今までずっと自民党政治の中でやられてきたことで、今回一つの団体をそれで潰したところで、一体社会がどう変わるのかっていうところに、足立さんが多分本質を見れてないと。あの見れてないというのは、その、ひまそろさんたちの活動から感じ取れてないということだと思うんですよね。だから、そこをぜひ足立さんに、まさにその足立さんが感じる本質が、その、 おそういう社会的な活動を隠れ身のに、実際は政治団体してるんだったら、それは政治団体としてしっかり、例えばお金の流れとかそういうものをこう表に出るような法整備をしなきゃいけないよね、そこが本質だよねという。で、その法整備は、今の法律にも実は手がかりがあるので、面白いわけですね。 立法論になるんだけど実は現在の政治資金規制法にもね、あだから今の政治資金規制法をしっかり解釈して読めば、これにもこの適用できるんじゃないかというところは、例えば国会で足達さんが、いや、これ政治活動当たらないのかとかっていうふうに与党なり横に質問するということは、全然それあり得るんじゃないかなと。 がどういうつな人間的つながりがあってとっていうのをま政治リソースを抑えてやるのは支持者の一人としてはもう、はい、そんなまあごめんなさいそんなことに時間使わないでくださいというような気がするとはい、はい、もう以上ですあの,あ,のありがとうございます、はい、すいませんありがとうございますじゃあアイネス風神号さん はい、ありがとうございます。どうも、ちょっと簡潔で。あ、簡潔で、はい。簡潔に、ごめん、ねはい。だいぶ時間経ってるんですみません。大丈夫です。本当、遅くなっちゃって、すみません。えー、あの、イラストレーターで、あの表現の自由の投資って言われてる、えー、あの、蓮見さんいるじゃないですか。蓮見敏子さん。ああ、はいはいはい。はい。ああ、ちょっと嫌そうです。すいません。あの、蓮見さんからほら、スプーンおじさんって言われてるじゃないですか。まあ、うんね、それはご存知だと思うんですけど、うん。 で、それって、あすみさん、あの、本質をついてると思っていて。あ、そう。ええ、で、あの、今回のひまそらさんの件も、うん、今回、あの、あたしさん、またやっちゃったな、スプーンやっちゃったな、と思ってる人、ここに少なからずいると思うんですけど、うん、その辺、どう思われますかね。あの、たぶん、多分こう、た 100, 100人ぐらい、そう思って聞いてる人もいると思うんで、あの、さっきひまそらさんの話も聞いてて、 そういう話もされてたんで、あの、足立さんどう思われるのかなと思って、ちょっと気になったので、よろしくお願いします。全くどうも思わないですね。はい。全くどうも思わないです。はい。はい。あ、以上ですね。はい。はい。すいません。はい、ありがとうございます。はい。はい、失礼します。あの、ま、それも失礼なんで、一言申し上げると。あ、はい、はい。あの、要はあれでしょスプーンっていうのはなんか、 う美味しいしとこだけそのスプーンの話うことごめんなさいあのパッと言わせていただきますといやいや要はおいしいとこだけ取っていくっていうことなんだけどそうです、ね、要は僕は自分のためにおいしいとこ取ってるんじゃなくて、はい、その世の中をよくするためにその大事な本質というものをテーブルに載せる努力をしてるっていうことなので別にあのそういうふうに言われることはあの全然 嫌じゃないので、はい、だから今回のひまぞらさんの件も、多分そのスプーンに載せた感じだとは僕も思ってるんですけど、で僕はこれ、関わらない方が良かったあいや、そんなことないですよ。いや、いや<ど>ぜひ、国会議員に絶対に関わってほしいですもん。ほんなら、いいことじゃないの、それは。いいことですよでもああの、先ほどね、またやっちゃったって言うんだけど、はい、いやスプーン活動はいいことなのね。 僕はいいと思いますよ。ちゃんとやっていただけるんだったら。じゃあいいよね。全然批判だと思ってないので。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたします。ありがとうございます。ちょっとだんだんまどろんできたんだけど、どなたでも上がっていただいてもいいでおぱおぱおぱおさん。ありがとうございます。 えとちょっと私この問題なんかどこまで言ってもちょっとずさんっていうところがすごい気になっていてやっぱりまあずさんさって2つあると思うんですよトランスパランシー的な、まあ、要は会計ですとか、まあ、そういうところがおかしいですよっていうところと、まあ、あと、まあ、見てて思ったのが、まあ、エバリュエーション。 ですよね、うん、NPO とか、まあ、一般社団法人ってこう監督官庁はないみたいな話はあったと思うんですけど例えば普通のメーカーだったら製品を評価されるし、うん、まあ一般の企業だったら株価を、まあ、政治家だったらまあ選挙ですか、うん、まあ,あるんですけど結局、まあ、なんていうんですかね、えー、とじゃあ1000万一人に使いましただから1000万 の活動しましまたみたいな <laughs> 要はそんなありえないだろうみたいな話にもなっちゃうじゃないですか、うん、そういうエバリエーションがなんか全然できてないどころか、うん、まあ要はやってる評価してる人たちとかこう構造を考える人たち有権者会議ですかそういう人たちがむしろ受託者になってるっていうこの構造がやっぱおかしずさん まあ構造的なずさんさんんがあるるよように思えるんですよねうん、うん、やっぱりそこってこれ政治の問題なんじゃないかなとは思うんですけどまあ社会システムをどう作るかだね。そうですねでそれってやっぱ国の予算で半分やってる以上はやっぱ国で立法的になんか変えないと、うん、これいつまでたってもまた第2第3の何か疑惑みたいな。いやかまさに今おっしゃっていただいてることが。 本より本質的な議論につなげていこうというご意見だと思うんですよね。はい、だからそれは私もそれはあの同じ感覚なのでできるだけあの社会がもっと良くなるようにどうしたらいいかと、はい、いうことなのであのぜひそれは引き続きやっていきましょう。ただあの何が言いたいかっていうとなかなかこの。 社会を変えるっちゅうのはあのなんうの今おっしゃった結局コストかかるので今おっしゃってちゃんとそれをチェックしていくあの監査していくっていう作業はあのそれ自体すごいお金がかかることなんですよね。だからみんなまあ費用対効果でまあ,あのたまに調べてあの要は全数調査せずに。うんあの だから今回のことも今回のことをひまさらさんがあ突破してで東京都が動いてこうなってる中でまあ一罰百回っていうかねこれで周りで見てる人たちもこれやべえなとうちも同じぐらいずさんだからちゃんとやろうみたいなことになるわけですよ。でそれがもうちょっと社会システムとしてもっとそういうことが起こらないような行政システムっていうものを作れませんかっていう議論でしょ。 そうですねた、うん、た例えばですけど私ドイツに住んでましたけどドイツって電車乗ると改札とかないんですよで、えー、まあ抜き打ちで、まあ、なんかチェックされるんですよねはい,はい,、はい。なあまあそこでまあ懲罰金はすごい高いみたいなそうそうそう、はい、そういう社会システムの問題なので,、はい、で日本はやっぱりさっき申し上げたように国と地方とか 国と都道府県と市町村とかいうのでもたれ合いで無責任総無責任体制みたいになってて比較的そういうこのチェック体制みたいなものがずさんな行政社会だと思いますね僕もそれは。だからそれをどうやっていくかっていう時にまあ繰り返しになるけどマイナンバーとかをうまく使うとか、うん、あのいろんな番号制度をうまく使って。 より効率的にチェックができる仕組み、あるいはうまくあの罰則とかもつけて一罰百回にするのか何かわからへんけど、なんかそういうことについてやっぱ改善が必要じゃないかという印象をあの僕も持ってますので、あのまた一緒に議論をして行きましょう。うね、まあノリ弁をなくすところからまあお願いします。ありがとうございます。ああ情報公開大事だよね。ねはありがとうございます、ね。ありがとうございます。 特に情報、公文書はあれだよね、あの。やっぱり捨てられちゃうのが最大の問題なんだよね。法律家、たまさん。はい。はい。こんばんは。こんばんは。簡潔めにいきましょうか。はい、あの、声大丈夫ですか。聞こえてますかね。はい、聞こえてるよ。はい、ありがとうございます。えっと、まず、あの政治問題取り上げていただけるということで、ありがとうございます。応援してます。はい、うん。 はい、で,あので、その政治問題、えー、とあのずさんな会計の問題ですね、あっちも結構かあの関係してると思うんで、あのとりあえずひまそらさんあの、この問題、第一人者であるので、ひまそらさんの,あの動画とか記事とか、あれは人り全部見を通していただきたいなっていう、それだけお願いしたいなと思います。 ちょっとできるか分かりませんが、あの努力します。<laughs> はい。あの、はい、まあ、あの、なんか、たぶ<や><の>多分多分大量でしょだから、つまみ食いだ,だけでもいいと思うんですよ。あと、まとめてくれてる人もい,いらっしゃるので、うん、うんあの。全体像をあの見た中で政治,問題化政治問題化していただいた方が、なんか、ね、<と>モチベーションとか。今日ょう、今らさんもわざわざ来てくださってあの、お話もたくさんいただいたので、あのそれ、うん あの、ちゃんとそれにお答えするのが、私の義務だと思うので、あの。はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。応援してます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。うもでは、高野目さん。はい。ええ、はい、ままどうも、こ、えーまま、んばんは。ええー、足立先生、ええー、暇そらさん、本当にお疲れ様です。あ,あの、遅い時間まで、本当にありがとうございます。ありがとうございます。あのお,お,お二人とも、非常に応援させていただいております。ありがとうございます。 今回ですね私あの、一番のポイントというのは、えー、若年被害女性と支援事業に関する法律が来年施行されるというところであるというふうに思っておりましてひまさらさんはひまさらさんの活動を続ければいいと思う一方でぜひ足立先生の方にお願いしたいのはですねあの、うん、ずさんな会計の疑いがある、えー、コラボのヒアリングをですね元に作られた、えー、このずさんの、えー、疑い、可能性があるですねあの法律 を森よりですね入念にチェックしていただき、ですね施考自体を遅らせるであったり、法改正するということ、なかなか難しいとは思うんですが、穴を見つけて、まだ時間え1年ありますので、穴を見つけて、ですねそれを埋めるような作業をぜひあの立法府としてえーご活動いただけると、非常にあの国民としては。 ありがたいと思って一言述べさせていただきました。うんうん、以上でございます。あ、あのご,ご要望として受けあのまあ、もちろんあの受けあの聞きましたけども、ちょっとあのその当該法律のについてあの突っ込んでいくみたいなことはちょっと今のところ考えてないので、あのそれそういう余地があるかどうかは。 また引き続き考えますけどちょっと今の時点では高野さんのご希望には添えない感じがするのでちょっと釣れない回答だけしときます、はい、ああのそれは全然あの構わなくてですねあの国民見てますし、うん、先ほどあの暇らさんも、うん、あのこの話というのは23年で終わる話ではなくて、うん、あの5年とか、えー、7年とかかかると。 ええーうん、長くかかる話だというふうに我々国民側も見ておりますので、うんうん、あのぜひですねあの、はい、維新の党躍進に向けてですねそういった、はい、あの先を見たえ活、ー、ご活動をしていただければと思います。あ,ありがとうございます。はい応援してます。はいありがとうございます。えっとごめんなさいさっき上がっていただいた方一通り終わったんでちょっと今日はこれで許してほしいなあのちょっとあと七人の方がリクエストされてますがえー、ちょっと とごめんなさいっていうことでいいかな。えー、それで最後ちょっとさっきおっしゃった方で、僕はあの今日は一人の国会議員としてやってるので、あの、意思全く関係ありませんので、えー、そこだけご理解ください。えー、ごめん、一旦終わりにしていいですか。で、ひまそらさんまだリスナーでいてくださってるんで、 あの、ひまさらさんをはじめとしてですね、たくさんの方にお集まりをいただいて、えー、感謝を申し上げます。えー、っと、また引き続き、あの、コミュニケーションを取らせてください。一旦終わります。ありがとうございます。ありがとうございます。